どうも皆さん、こんばんは。今年度、京都弁護士会の会長をですね、やっております浅野でございます。どうかよろしくお願いいたします。裁判官がですね、どんな裁判官に、当たるかによってですね、裁判の結果が大きく違ってくるということが、往々にしてあるというふうにですね、言われてきました。特にその裁判官というのは、日本の場合はキャリア制度で、司法修習生から、裁判官に任官すると、ずっと、裁判官、定年になるまで裁判官をやっていくというシステムでございます。ですから、裁判官は裁判官以外のことは全くしないし、そういう意味では世間一般とはこう違う生活をしているというふうに、言われてきました。果たして市民のためのですね、裁判ができるのか、裁判制度が硬直化しているんじゃないかということが言われてきました。ちょうど今から、十数年前ですかね、司法制度改革ということが言われました。その中で、裁判官改革というのが一つの、テーマになっていました。裁判官の改革がどういうふうになされてきたのか、そしてまた警視庁改革も一つの改革でありましたけど、市民が参加をする裁判員制度が導入されて、平成21年ですかね、今もう10年近く経つんですが、どのように変わってきたのかということが、今日はドラマ会員の方から、報告があると思います。そういう意味で、市民の司法参画と裁判官の在り方というテーマで、今日はプロシンポジウムが行われるということが非常にですね、興味深く伺っております。どうか皆さん今日はですね、ご参加いただいて、ご報告を聞いていただいて、またいろんなご意見をお寄せいただいたらと思います。どうか今日はよろしくお願いいたします。浅野会長、ありがとうございました。それでは、シンポジウムに入っていきたいと思いますが、まず、最初にですね、ジャーナリストの池添則明さんにお越しいただいております。池添さんはですね、いくつもご所長を出しておられるんですけども、私の手元にありますこの裁判官の品格という、今も会長からも出ましたけれども、どの裁判官に当たるかによって、結論が違ってくるという、ことを、当たり外れがあるということでズバリと書いていただいています。刑事事件の裁判官についてのまあ批評というか、をされているんですけれども、非常に膨大な傍聴記録の中からですね、この裁判官の裁判はえっと思うとこから入っていかれたんではないかなというふうに想像しますけれども、今日はですね、取材から見えてきた日本の司法、誰のための裁判かというテーマで、池添さんからまずお話をいただきます。その後、市民が裁判に関わるということの制度が実現した裁判員裁判、これがですね、ほぼ10年、制度ができてから運用されてますけれども、実際に裁判員裁判に何件も弁護人として加われた当会の富山弁護士からですね、裁判員が入ることによって刑事司法が変わったのか、いやここは変わってないよ、ここは変わったなという話をちょっと聞きたいなということでお呼びしました。でその後ですね、池添さん、富山さん、それから元裁判官の小林さんにも加わっていただきまして、ここに書いてある、市民が司法に参加することによって裁判官、裁判所どう変わるのか、あるいは先ほどビデオで出ました弁護士から裁判官になった人たちが裁判所に入っていくことで、どんなふうに変えていくことができるのか、市民のための司法、そうではない部分が今の司法にはあるという前提の話になっちゃいますけれども、市民のための司法にするにはどうすればいいかというのを今日はじっくりと考えたいと思います。それでは池添さんをお待たせしました。早速講演の方よろしくお願いいたします。
山梨県池添と申します。よろしくお願いします。座らせていただきます。ちょうど台風が行っちゃってよかったので、タイミング的に良かったんですけども、ね、ずれた横浜から来たんですけども、ちょっと、厳しかったかなと思うんですけども、ちょうど今日の午後の便は特に遅延もなく、滞りなく新幹線で降りてましたので、無事に来れました。で、まず、お配りにいただいたレジュメと資料があると思うんですけども、まあ、ざっくりそれに従ってお話をさせていただければと思うんですけども、僕はもともと埼玉新聞の記者と、それからその後神奈川新聞社に勤めまして、で、15年ぐらい新聞記者を続けてまして、で、99年、から、独立して現在はフリーランスで立場で、記者活動をしています。で、もともとは新聞記者時代は何でも取材しなきゃいけなかったので、高校野球から、スコアをつけたり、夏の高校野球も取材にしましたし、殺人事件から汚職事件、それから町の展覧会とかですね、幼稚園の運動会とかも何でもとにかく、回ってきた、取材は担当しなきゃいけなかったんですけれども、ただその中で、自分で、テーマというかこれはと思うテーマがありまして、その一つが、教育問題でしたし、それとあと人権の問題とかですね、それから差別の問題、それから司法の問題、そこら辺が、特に関心があったんですね。で、教育の問題を取材していますとですね、あと差別の問題とかも、取材していますと、当然のことながら裁判っていうのにもこう関わってくるようになってきたわけです。で、いろんな裁判を、その教育裁判をはじめとして、公害の問題もそうですし、住民訴訟、行政訴訟もそうなんですけれども、そういうのを取材している中で、その裁判までっていうのも当然傍聴したり、それから法廷だけじゃなくてですね、その関わっている方とか、賛成の意見も反対の意見も聞きながら取材していくとですね、どうもその裁判官によって判決が全然違う、あるいは、そのとんでもない判決が出てくるなっていうのを、宮本家に痛感したんですね。もちろん自分で取材する以前から、一読者あるいは視聴者として、いろんなニュースに接していてもですね、なんでこの公害裁判で住民側が負けてしまうんだろうとか、そういった疑念は、あったんですけれども、実際に自分がいろんな方と直接話をして接してですね、で法廷にも足を運んで、でこれこのままいくと、当然これは、住民側あるいは教育裁判であれば先生の側が、教育委員会の問題点もきちんと立証しているし主張も正しいから、先生の側が勝訴するんだろうなと思ってたら全く逆の結果が出てしまって、目の当たりにしてですね、それっておかしいんじゃないかな、そもそも司法って誰のために何のために存在してるんだろうっていうのを強く感じるようになったっていうのが、裁判官の芝居、をもっと突っ込んだろうと思った、そもそものきっかけだったんですね。で、レジュメのところに一番最初に書きましたけど、裁判官の独立してるかっていう書きましたけれども、そもそも、皆さんももちろんそうだと思うんですけれども、普通中学校で裁判官について習ったときには、日本国憲法に書いてある通り、良心に従い独立してその 職権を行い、この憲法と法律にのみ拘束されると書いてありますけど、憲法に書いてありますけれども、そういうふうに裁判官というのはある意味で公正公平に中立の立場で、きちんと両者の言い分を聞いて判断してくれるんだというふうに、普通の人は思っていると思うんですね。裁判官が間違えることもないし、裁判官が公正な存在なんだと思っていると思うんですけども、僕も中学校の時に、社会科の先生にそういう授業で習って、そういうふうに信じ込んでました。で、高校の時に、ちょっと新聞の記事とかニュースを見ながら、ちょっと疑問がちょこっと生じたんですけども、それでも、とんでもない判決をする裁判官は例外なんだろうなと思っていたんですね。で、先ほど申し上げたように、その大学を卒業してから、新聞記者になってから、その疑念というのが決定的になって、おかしいなというふうに思うようになったわけです。多くの人は、
裁判官というのは、まあ、公正に反応してくれる、まあ、正しい、最後は裁判所がきちんと判断してくれるんだと思っている人が圧倒的に、多分国民の圧倒的多数はそうだと思うんですけれども、実際にはそうではないというところが、まあ、大事なところなんですよね。で、先ほど冒頭のご挨拶の中でも触れてくださっていましたけれども、その当たり外れがある、裁判官に当たり外れがあるということなんですけども、本来だったら当たり外れはあってはいけないはずなんですよね。だって全ての国民は平等に、まあ、国民だけじゃなくて全ての市民は平等に裁判の結果をこう受けて判断をしてもらう権利があるはずなんですから、裁判官によって全然違う結果が出るなんてことは本来はおかしいはずなんですよね。ただまあ人間ですから、まあ、間違いもあるだろうけれども、でも単なるミステークとか、まあ、そういうんじゃなくて、そもそも根幹的にですね、その裁判官が人間性とか、憲法観とかですね、あるいはその人の良心がもしかしたら、ねじ曲がっていたとしたら、それは一体、それによって誰が被害を被るのかということだと思いますね。それはやはり裁判を受ける側の人たちの、まあ、が被害を被るわけで、まあ、それであってはいけないんじゃないかなと思うようにだんだんなってきました。まあ、先ほど その憲法の条文の中には裁判官が公正であるべきとか中立であるべきとか、そういうことは一言も書かれていないんですよね。まあ、弁護士の皆さんにそんなっていうのはもう社会性法だと思うんですけども、良心に従い、憲法と法律のみ拘束されるって書いてあるだけで、本来は公正とか中立とか公平とかってそういう文言はないんですけれども、ただこの良心に従い独立してっていうことを考えれば、当然両者の言い分をきちんと聞いて、で公正の立場に立って判断するっていうふうなことに、言葉には、文言には書かれていませんけれども、まあ、そういうことが導かれてくると思うんですが、そこがそうではない。そもそも条文だけにも良心にも従っていないし、憲法と法律にも従っていない裁判官が実は多いなということを痛感している次第です。で、その裁判官がその憲法とか人権とか法律とかを守っているかというと、とても先ほど申し上げたようにそうじゃないなというのが見えてきたんですね。それが特に顕著になってくるのが、その国とか行政とか企業に対して異議を申し立てする事件、訴訟のケースなんですけれども、まあ、行政訴訟、住民訴訟、労働、公安、あるいは刑事事件でいうところの否認事件ですよね。でそこの中では、そこら辺が裁判官が憲法とか人権とか法律きちんと遵守しているんだろうかというところが、どうもおかしいなっていうのが、まあ、顕著に現れてくる、まあ、ところだと思います。その過程、離婚訴訟とかですね、相続とかそういった事件だと、まあ、多分誰がやってもっていうと失礼になっちゃいますけども、まあ、どの裁判官が、判断しても、まあ、そんなに大差は出てこないと思うんですけども、特にその行政訴訟とか住民訴訟とか、労働法、刑事の否認事件では全くその裁判官によって結果が違ってくるというのが、まあ、問題だと思うんですね。で、まあ、特にその刑事事件がすごく分かりやすい例の一つだと思うんですけれども、やっぱその捜査機関、検察、警察の調書を鵜呑みにするわけですね。だからこそ一旦取り調べの中で、罪を認めて自白したということになると、それがずっと最後まで付きまとって、で裁判官は、まあ、刑事裁判官はですね、警察の取り調べあるいは検察の取り調べに間違いがあるはずがないんだ、この人たちは公務員なんだから、しっかりちゃんと調べてる、その取り調べの中で自白したんだから、こいつは悪者に決まってるみたいな、まあ、先入観をでですね、判断してるんじゃないかとしか思えないような、まあ、判決がただ見えてくるわけなんですね。本来だったら推定無罪の原則に従って刑事裁判が、まあ、行われるべきなのに、全然それが推定無罪ではない、あるいは刑事訴訟法の手続き
に違反しているのにかかわらず、それがまかり通ってしまうというような訴訟式も含めて、判断、決定、判決も含めてですね、そういった、まあ、裁判官の姿が見えてくると、到底裁判官は憲法や人権を守って、公正に判断している存在だとは思えなくなってくるわけですね。まあ、中にはもちろんきちんとそこら辺を判断してくださっている裁判官もいるんですけれども、僕の感覚、取材した感覚、あるいはそのニュース報道も含めて、全部の裁判事件を取材しているわけではありませんから、ニュースを見たのも含めてですけれども、僕の感覚としては、この当たり外れの外れの方が圧倒的に多いように思います。はっきり言っていて、その裁判官による判断の違い、まあ、人間だからの違いは百歩譲ってあってはいいかもしれませんけれども、あまりにもその外れと言っていいような裁判官の方が僕は圧倒的に多いと思いますね。じゃあ当たりはどれぐらいなのかっていうと、多分1割ぐらいかな、1割もいないかもしれませんけど、まあ後で時間があったらっていうか、まあ、時間がないと思いますので、まあ、あんま触れる機会ないと思います。でもそれは公平な立場で言っておきますと、実はジャーナリズムの世界でも同じことが言えるわけです。ちゃんと取材をして、誰のために何のために取材をして、記事を書いているのか、新聞でもテレビでも雑誌でもそうなんですけども、そういう記者や編集者やデスクやディレクターがどれぐらいいるのかっていうと、これも実は怪しくてですね、また多く見積もってまともにちゃんと取材をしてですね、裏付けも取って、で公正な立場で記事を書いている記者はどれぐらいいるのかっていうと、それかまあ権力監視っていうのがジャーナリズムの基本なんですけども、そういうスタンスで取材をしている記者ディレクターがどれぐらいいるかっていうと3割ぐらいかなっていうふうに、仲間の友達の記者に、まあ、現役の新聞社の記者もいますし、フリーランスもいますけれども、っていうふうに言うと、池添お前は甘いよって言われるんですね。3割もいるわけないじゃないかって言われるんですけども、じゃあどのくらいなんだって、やっぱりこっちも1割ぐらいっていう答えがみんなから返ってくるんですよね。そう考えると、まあ、先ほどの裁判官もそうなんですけども、やっぱり1割なのかな、1割っていうのが、まあ、いい、線なのかなっていうのも感じるんですけども、まあ、ちゃんと良心に従ってですね、で、裏付けも、取って、記者で言えば裏付け、取材の裏付けということなんですけど、裁判官で言えばきちんと事実認定をして、そして公平に両者の言い分を聞いて、捜査側の言い分も聞いて、弁護士さんの弁護側の意見も聞いて、でもちろん被告人の声も真摯に耳を傾けてということをやっている人がどれぐらいいるのかというと、やっぱり1割もっと低いかも分かりませんということになってくるのかなというのが僕の、まあ、実感というまあ、数字が大事なんじゃなくて、まあ、ざっくりってそんな圧倒的にはまあ、外れの方が多いということが言いたいわけですけども、まあ、数字には特に、こだわらないでいただけるとありがたいんですけれども、でそもそもその公正公平な裁判ってどういうことなのかなっていう、まあ、定義が必要だと思うんですけども、そこのレジュメとかに3つ挙げておきましたけども、ちゃんと疑問点とか論点に判決で答えてくれているのかどうなのかと、残念ながらそこら辺がちゃんと答えていない、いくら判決を読んでも全然説得力がなくて、その疑問点にも答えていない判決が結構あるんですよね、というのが一つと、それからまあその説得力があるか、ちゃんと説明を、まあ、こういう判断をしたということの説明を、裁判官として責任を果たしているのかどうなのか、で、その判断理由が分かりやすく、書かれているのかどうなのかということが大事だと思うんですよね。で最後にその法律の解釈とか運用とか、そして事実認定、これについてもちゃんと納得できるように、精査されて書かれているのか、この3つがきちんと反映されていれば、たとえ、まあ、自分の主張と違っていたとしても、まあ、概ね納得できると思うんですね。まあ、それは裁判に限らず、どんな揉め事、普通の友達と関係とかですね、親子関係でも何でもそうだと思うんですけれども、なるほどなっていうふうに言われるような、まあ、ことがきちんとそこで説明がされていれば、納得できると思うんですね。まあ、これは自分自身のことにも言わないといけないんですけれども、これは
記事についても同じだと思います。僕たちジャーナリストがちゃんとその記事の中で分かりやすく説明をして読んだ人が疑問に感じるようなところについてはなるほどなというふうに思わせるようなことがちゃんとフォローされているのかどうなのかが大事だと思うんですね。そうすると立場が違っていたとしても考え方が違っていたとしてもそういう考え方ができるのかというふうにある程度納得されると思うんですよね。で裁判というのはまさにその最大の権力の行使ですから、その中で判断をする役割が任されているわけですから、そしたらそこら辺はちゃんと疑問点に答えて論点もきちんと説明をして分かりやすくというのが、最低限 のポイントだと思うんです。それがちゃんと反映されているのかどうなのかというところが、当たりの裁判官の判断でもありますし、公正公平な裁判をしているということにもつながってくると思うんですね。時間がないのでものすごくざっくりした言い方で申し訳ないんですけども、そういうふうに、考えています。そこら辺を、基本的なベースとしてですね、基本的な僕の基準として、その先ほどご紹介いただいた裁判官の変革もそうなんですけども、その前に最初に出したのが裁判官フーズフーっていう本なんですけども、これは東京地方裁判所と東京高等裁判所の、武装活動の裁判官、裁判長裁判官ですね、の100人以上 その裁判官の経歴と、それから、判決と、それからその訴訟の担当者、当事者、それから弁護人の方とか、100人以上、もうちょっと多かったと思いますけども、を今取材をして聞き取りをしてですね、でその訴訟式も含めて、憲法感覚とか人権感覚とか、それからさっき言った論点疑問点にちゃんと答えているのかどうなのかみたいなことを、全部調べて一冊まとめたのが東京地裁高裁編の裁判官フーズフーという本だったんですね。これはその裁判司法関係の本にしては、すごく評価を受けまして、毎日新聞のコラム、一面の余力でも取り上げていただきましたし、それまで裁判官というのは、まさに新政府家臣の存在だったので、その人の経歴とか批判をするなんてことは、ほとんどなかったんですけど、それを初めてやったということで、評価していただいたんですけども、それを似顔絵で出しました。でそれが、評価が高かったので、その後首都圏編というのを出しました。で、首都圏編なんで東京地裁高裁だけじゃなくて、当時の浦和地裁、今の埼玉地裁になってますけども、と千葉地裁と横浜地裁も含めて首都圏の4都県の、裁判長、裁判長裁判官の、人となりを、一冊にまとめたんですね。で、当然大阪とか京都、こちらの京都も含めてですね、九州とか北海道からも自分たちのところの裁判官にもまとめて、そういうのを書いてほしいと言われたんですけども、実際に正直言ってこれ調べる作業っていうのはものすごく大変なんですね。一人一人について、その判例とかもその経歴も、経歴は、今はかなり公表もされてきてますけども、当時その経歴自体探すのが大変だったので、それも全部精査していって、そして聞き取りもする。一番大事なのは聞き取りのところなんですけども、それがものすごく手間暇かかってですね、とてもじゃないですけども、近畿編、関西編とか、九州編とか、北海道編なんて出せるわけの余力がなくてですね、東京地裁編から首都圏編、改定版ではあったんですけども、それを作るだけでも大変だったので、ちょっとそれは勘弁してください、そんなことしたら死んじゃいますので、ちょっと勘弁してもらったんですけども、ですから実際出たのは、その東京地裁高裁編と首都圏編で、その後にいらしたのが先ほど紹介していただいた、裁判官の変革という、これはもう本当に厳選をして、クローズアップした裁判官を詳しく、13人ですか、13人の裁判官に絞って、詳しく書いたものなんですけども、でそれの、取材に貫かれているのが先ほど申し上げた、僕なりの
基準、裁判を見る、あるいは裁判官を見る基準なんですね。まあ、もう一回繰り返しますと、その憲法観ですとか、良心に従って、法律と憲法に従って、判決を下しているかということと、それから公平公正な判決をちゃんと書いて説明責任を果たしているのかという、まあ、そこら辺を、まあ、ベースにして調べたわけです。で、まあ、具体的な例をちょっと、時間がないのであれなんですけども、そこに、レジュメのところに、例えばこんなとんでも裁判官というのをちょっと5人挙げさせてもらったんですけども、まあ、とんでもない、本当にとんでもない、なんか極端な例なんですけども、でも極端な例だけでも、この5人以外の、他にもいっぱいいるんですけども、切りがないので5人だけ挙げますけども、当然を終える時点でですね、一審で無罪だったのを、逆転有罪判決をした東京高裁の高木俊夫さんという人がいたんですけども、この人が、ゴビンダさんですよね、ゴビンダさんを、まあ、逆転有罪にしたんですけども、一審からの後にですね、まあ、身柄はずっと拘束され続けていたんですけども、釈放をするという、決定が出たのをひっくり返して、そのひっくり返した決定をしたのが高木俊夫さんで、さらに控訴審で、逆転有罪判決を下したのが高木俊夫さんなんですね。つまり身柄拘束をするって決めた人が、控訴審に判断するってことはもう最初からもう有罪って決めつけてると同じじゃないですか。で、実際にもやっぱり逆転有罪判決になったわけですけど、結果としてはゴビンダさんは、無罪が確定した、最終的に確定したんですけど、その間ずっと、まあ、身柄拘束されていて、まあ、かなり精神的にも参っている、まあ、状態で、まあ、今も国に、まあ、戻られましたけども、関係者の方に話を聞くと、決して精神的には、良好というわけではないというふうにも聞いていますけれども、まあ、そういう判決を下した人はですね、まあ、まさに推定無罪のことでも最初から言わないって決めつけてるんじゃなかろうかとしか思えないということですよね。で、あと、まあ、裁判長が言った傍聴人が、まあ、裁判長が言ったというふうに突然、言い出してですね、で、傍聴者を退廷させたんですね。僕その法廷にいたんですいましたけども、笑い声なんて薬とも何も聞こえ、シーンと静まり返っていたのにかかわらず急になんか怒り出して、裁判長の方を見て笑ったって言い出したんですね。つまり自分の方を見て笑ったと思ったらしいんです、ね、思い込みなんですね。声を出して笑ったんだとしたら確かに、それはその静寂さとか何か裁判を妨害したっていう、100歩譲ってそういうことが理屈として成り立つかもしれませんけど、死因としている法廷でもしかしたらその人の表情なら何か顔が歪んだのかもしれないし、ニヤッとしたのかもしれないし、と思ったのか分かりません。それは個人の内心の自由だと思うんですよね。ところがそれを、裁判長は、千葉地裁の小池陽吉さんは自分の方を見て自分が笑われたというふうに勝手に思い込んで、そして退廷命令を出したわけなんですね。それとかですね、これは有名な人なんですけども、東京地裁の山室弁護士さん、テレビの人が出てた人ですけども、交通事故の裁判で、で、今死亡事故を起こしたその、まあ、被告人に対して最後に切辞をするんですけれども、さだまさしの歌にその交通事故 その加害者が、なんか謝罪する歌があるからそれを聞きなさいという切辞をしたっていう有名な人なんですけれども、でそれは本人もテレビとかで自分でも言っていますから、よほど、その、説教がお気に召したんだと思いますけれども、でそもそもですね、裁判官はちゃんとその納得できるような、判決理由を説明をしてですね、で、法律の解釈をきちんとして、そういう判決を書けばいいだけの話でいくとですね、わざわざ説教する必要はないんですけれども、大見してなんかその説教することがなんか高く評価されたりとかですね、あるいはそれがクローズアップされたりする嫌いがあるんですけれども、まあ、やっても別に100ページでいいと思いますけれども、中には、否認事件でですね、最後まで一貫して私はやってないって言ってるのにかかわらず有罪判決を下して、でそして反省しなさいっていうのに最後に説教する裁判官が
結構いるんですよね。まあこれは弁護士さんの方にも何人の方にも取材でお話を聞きましたけれども、なんで、無罪を主張していて否認事件で、有罪判決を加えて頭にきているところでなんで反省しなさいって説教までされなきゃいけないのか、判決で有罪って言ってるのも確保していいにしてもですね、反省しなさいとは一体どういうことなんだっていう声を多くの弁護士さんから直接聞きましたけれども、まあ、この山本恵さんはそういう人なんですよね。しかもバラエティ番組に以前この山本さんも出てですね、オウム事件のことについてとうとうとしゃべり出したんですね。で、死刑判決を下したときに普通は死刑判決は、最後に結論を言うんですね、死刑判決の場合は。でその山本さんが担当したのは無期懲役の方だったんですね、判決は。だったら普通はまあ最初に主文で無期懲役って、まあ、読み上げるところをこの山本さんはわざとって本人が言いましたけど、わざと主文を後回しにしたんです、無期懲役なのに。そしたら被告人はもう恐怖で、あ、自分はもう死刑なのかと思うじゃないですか。それをずっと最後まで、判決理由を言って、で最後に主文無期懲役って言ったということをニヤニヤ笑いながらですね、その、テレビで、そういうふうに私は判決を言ったことがあるんですよ、へへって。そんなとんでもないことを言って呆然としながら見てたんですけども、まあ、そういう人なんですよね。それを、まあ、スタジオに招くテレビ局もテレビ局だと思うんですけども、実はその番組に僕はなんか裁判官の方について話してくれないかってディレクターから言われたんですね、同じ番組のたまたま。だけどその日はちょっと行けませんって、急だったんで行けませんって言って、でじゃあどんな番組ができるのかなと思ってその番組をうちで後日放送されてるのを見てたら、この山本さんが出てきて今申し上げたような、まあ、判決の真を自分でですね、ニヤニヤ笑いながら言って呆然となって、こんな番組だったら出なくてよかったと思ったんですけど、まあ、逆にそのスタジオに迎えたら、食ってかかったというか、まあ山本さん批判をしたと思いますけども、多分まあそういうシーンはカットされるのでは、そういう番組を作るディレクターであればカットされるのではないかどうかと思いますけども、まあ、言いたいのはその、まあ、そういう裁判長が平然とですね、そういう重大な判決に関わって、しかも退官した後にですね、テレビで得意満面に、佐田真彰氏の説教話をしてみたり、無期懲役なのに最後の主文は後回しにしていった、ニヤニヤ笑いながら言うみたいな人が裁判官をやってるってことなんですよね。そういう裁判官に裁かれる人はまさにたまってるんじゃないと思います。ほとんどの人は自分は裁判に関わらないんだろうなと思ってるかもしれません。じゃあ関わった時にどうなるかってことです。これが当たり外れってことですよ。そういった山本さんみたいな人に当たったらどうなってしまうんだろうってことですよね。いや、あんまり時間がないんですけども、もう一人そのこれもう有名ですけど、名張独居同居事件の最新の取り消しの決定をした名古屋高裁の、まあ、その後東京に行きますけども、角野博さんですよね。で角野博さんは今でも退官した後もずっと、新聞とかテレビに出てきて、コメントをされています。で名張独居同居事件はどう考えて もう最新が出た時に、あ、これでやっと最新の門が開いたんだなと多くの人が思ったと思うんですね。僕は知ってるディレクターも、まあ、そういう番組を作って、最新決定が出る前に名張の独居同居事件のことについて、ドキュメンタリー番組を作ったりして放送もされていましたし、で決定されたあともさらに番組を作る予定だったらしいんですけども、それがまたひっくり返されてしまったわけです。疑問があるからこそ最新もう一回調べ直そう、それが最新制度のはずだと思うんですけれども、わざわざそれが開かれたのをまた閉じてしまう、それを決定したのがこの角野博さんなんですけども、その角野博さんがその後退官された後にですね、いろんなその再審がまあ閉じられたりとか、あるいは冤罪事件とかコメントが出てきてですね、もっと真摯に証拠を調べるべきだと思うとか、なんかもっともらしいことを発言されてるんですけども、とんでもない話だと思うんですよね。もちろん合議ですから、角野博さんもしかしたら名張の独居同居事件では再審の取り消しについて取り消さない方が、再審をそのまま維持した方がいい、
という立場だったのかもしれないんです。残りの2人の裁判官が取り消しに回って、で多数決でもしかしたらですよ、なったのかも分かりませんけども、だとしたら僕はそれはその時には言えなかったとしても、退官した後にそれは僕は言うべきだと思うんですね。もちろん裁判は合議は秘密だということになっています。それは承知してあえて言うんですけれども、最高裁の判決はちゃんと裁判官がどの裁判官がどういう判決を判断したのか、反対意見があるのかどういう反対意見があるのかちゃんと、明示されてるじゃないですか。僕はそれは一審で地裁判決であろうが高裁判決であろうが、ちゃんとそれはどういう合議があったのかということは公開されるべきだと思うんですね。でまあ現役の時は100歩打って無理だとしたら、加藤さんはそういう判決をしていろんなその批判もされてるわけですから、でその後コメントもされてるわけですから、長井以外の事件についてだとするならば、そういう自分がじゃあどういう立場で、判断をしたから、それで、その上で、この事件についてこういうコメントをしますという説明をする僕は義務がある責任があると思うんですよね。それなしに、名張の写真取り消しをしておきながら、わざわざ開かれた門を閉めてしまいながら他の写真事件とかあるいは現在事件について、もっともらしいコメントをして、証拠がちゃんと調べるべきだ、推定無罪が原則なんですみたいなことをコメントされるのは僕はおかしいと思います。まあ、これは僕の個人的意見ですけれども、でも裁判官は、判断をする、最終的に判断を下す重要なポジションにいるんであるならば、そういう説明責任は果たすべきだと思いますし、無責任なコメントはすべきではないのではなかろうかと思いますね。で、あと最近、一番この最近になりますけども、三鷹のバス痴漢犯罪事件です。で皆さんのところにも資料として配っていただいていると思いますけれども、三鷹のバス事件ですね。時間がないのでもう結論だけ言いますけれども、このバスの中で中学校の先生が痴漢をしたっていう、疑いで逮捕された事件なんですけれども、右手で携帯電話をして恋人にメールを送っている操作をしていたんですよ。で左手で釣り革を持っていたわけです。で前にリュックを持っていたんで、その前にいる女子高生の痴漢行為できる状況にはなかったんです。でそれについては弁護団がきちんと精査をしてですね、最近はバスにも車載カメラがあったんですけども、その車載カメラに録画されている映像が、まあ、映像はあまり暗いのでよくはなかったんですけれども、それを解像度を上げて、そして、コマ単位に全部何百個何千個もですね精査をして、触れる時間はもう3秒間しか、映っている中では触れるとしたら3秒間しかないっていうところまできちんと立証したんですね。でそして携帯電話会社にその犯行時刻とされる時間にはちゃんとその先生がおっしゃっている通り、中学の先生がおっしゃっている通り、携帯電話会社の、記録を全部それも取り寄せて、でその時間に主張通りに、ちゃんと送信されているってことも、立証しましたし、で、その手のひらからの、繊維片も一つも残っていない。普通はこれまでの例で言うと製品が、水道水で石鹸で手を洗っても残るらしいんですね。少しはそれが一つも残ってないっていうところもちゃんと鑑定も出して、そして、リュックが当たったのを痴漢行為されたというふうに、誤認する勘違いする可能性は心理学的立場からもあるっていう学者の鑑定書もそれも全部提出したんですけども、この東京地裁の立川支部の倉沢千和裁判官は、裁判長ってなってるんですけど、単独なんで裁判官、身分としては裁判長裁判官なんですけども、この三鷹バス事件では単独事件なので裁判官ですけども、この倉沢裁判官は、その証拠申請を却下したり、却下したっていうのはおかしいんですけども、だけれども、まあ、少なくともその車載カメラの記録は、それは、まあ、認めざるを得なかった。それだけ証拠が立証されているにもかかわらず、提出されているにもかかわらず、有罪判決を出したんですね。で、これはもう、その記事にある通りなんですが、これは一審の有罪判決なんですけども、でこの後この記事を出した後ですね、
ネットでも書きましたけれども、でその後は逆転無罪判決になって、まあ、それは確定していますけれども、まあ、詳しいのはその記事の方を見て、時間がないので記事を読んでいただければと思いますけれども、でこの倉沢千岩裁判官はそんなとんでもない、そこまで緻密に、今村各弁護士が、まあ、弁護団長だったんですけれども、それだけ立証して NHK の番組でも、まあ、これが大きくクローズアップされて、中で見てくださった方がいらっしゃると思いますけれども、それだけ立証しても有罪判決にするって言ったらどんな裁判官なんだろうなというふうに僕もその法廷で傍聴していて、納得いきませんでしたし、まあ、納得いかなかったから、まあ、こういう記事も書いて、これ以外にも何本も書きましたけど、書きましたけれども、で調べたんですね。で調べたら予想外の、まあ、結果が浮かび上がってきたんですね。実はこの倉沢千岩さんというのはものすごく大学時代からそれから司法修習生の時からリベラルで有名でですね、で初任地の時にですね、その、判事法の時代からも、検察からとか捜査側から言われたのを、そのまま判子ポンとして交流請求とかポンポンと裁判官が圧倒的に多いと思うんですけども、この倉沢さんはそれを 全部じゃなくてちゃんと吟味をしてですね、でポンポンと反抗して OK 出すんじゃなくて、それを認めない、まあ、判断をいくつもしていたこと有名ですし、無罪判決も出すし、それから、その検察官とか弁護士とかとかの勉強会にも顔を出していますし、そういう人だったということですね。何よりもそもそもこの倉沢さんは政法協の会員だったんですね。修習生の時から政法協に入っていて、でそのまま政法協を脱退しないで任官しているわけですね。まあ、ある意味で、まあ、信念の人だと言われていますし、多くの弁護士なんかでも、倉沢さんというのはそういう人なんだ、だから、まあ、こんな三鷹の事件みたいなこんな判決するというのはニュースで聞いてびっくりしたよというふうに多くの方からそういう話を聞きました。で当然記事書くために、その倉沢さんの同期の弁護士さんの方、それから同期の、裁判官の方にもお会いしました。現役の裁判官にも会いましたし、元裁判官の方にも会いましたし、同期以外の先輩の裁判官の方にも取材しました。そういう多くの方が口揃えたのは今申し上げたような、この倉沢さんがリベラルで知られていて政法協を辞めずに任官をしたその倉沢さんがっていうことだったんですよね。で僕もてっきりこんなとんでもない判決を書いた人で、何回判決文を読んでも理解できないし、今村各弁護士に聞いてももう寝込んだっていうぐらい、その判決を くらって自信満々だったのに、こんなとんでもない判決で、しかもいくら読んでも納得できないし、全然説明もされていない判決を読んで、もう呆然として本当に3日間寝込んだっていうぐらいの判決だったんで、まあ、僕も、なんだろうなと思ったんで、多分よっぽどとんでもない裁判官、昔からそういう判決ばっかり、書いてる人なのかなと思って調べたら、結果はそうじゃなかったと思ったんですよね。過去には、ちゃんとした納得できる裁判判断をして判決の決定も書いているし、そして、修習生時代も、判事法時代も、まともだったのになんでかなっていうのを聞いていくとですね、どうも、東京高裁に来てから変わったんじゃないかなっていうふうな話を、まあ、いくつか聞いたんですよね。でそれまでは、まあ、皆さんも予想されている通り政法協のまま、会員のまま任官されているわけですから、ご多分に漏れずって言い方で、まあ、多分いいと思うんですけれども、地方の裁判所の支部をもうずっと回っていた方なんですよね。それが最後の方になって突然東京高裁に来てですね、で、東京地裁の立川支部で、裁判長裁判官となっているわけなんですよね。まあ、立川支部は、まあ、支部ではあっても、本庁の中ですから、まあ、それまでの経歴からいくと、まあ、倉沢さんにしてみれば、まあ、ある意味で、引き上げられたということを、まあ、エリートコースに戻った、乗っかったという言い方でいいと思うんですけど、
なんですよね。そうすると東京に戻の管内に戻ってきてから、本庁管内に戻ってきてからガラッと対応が変わったとしか思えないんですよね。それまでの経歴、それから判断内容、判決内容、決定内容から、まあ、類推すると明らかに人が変わった、判断内容が変わったとしか、まあ、思えないと思いますね。で、まあ、よっぽど東京高裁でもこびどくこんな裁判、判決は裁判の審議、それから判決内容は、おかしいというふうに東京高裁でも批判されて、まあ、逆転無罪になったけれども、その控訴審の判決の中でも批判されてましたし、ネット上でももう倉沢さんに対してはボロクソの反応がいっぱい出てて、こんな判決がまかり通るんだったら誰でも、この人は痴漢ですって言われたらみんな有罪判決で仕立て上げられてしまうじゃないかっていう声がもう圧倒的だったんですね。多分、きっと倉沢さんの耳にもそういう声は届いていたと思うんですが、定年の前に辞めてしまいました。で今何やってるかちょっと分かりませんけれども、定年前に辞めちゃったんですよね。まあ今日のテーマにもつながってくると思うんですけども、その人事度、認知ですよね。それとまあ報酬と退官後のまあ処遇ということが裁判官の判断とか裁判官の在り方というのにものすごく大きな影響するというのが、そこからまあ見えてくるような気がしたんですよね。それまでの取材ではそういった話もいろいろ聞いていましたし、ですからその政府庁に入ったまま任官するなんてことはほとんどなくて、この倉沢さんの期、33期だったかな、のその期の中でもですね、政法庁に、の会員のままで、任官した人は3人しかいないと言われてるんですけど、まあ、その倉沢さんはそのお一人だったんですけど、33期ですね、なんですけれども、まあ、普通は政法庁を辞めちゃうんですよね。辞めて任官した人はそれでまあ任官をしていくって形になって、で、それでもいろんな差別を受けているって話はいっぱい聞きました。それはその現役の裁判官とかその元裁判官の方にもいろいろお話を聞いたら、やっぱりその処遇の面で、人事異動の面で、本庁には生かしてもらえない、地方の支部をずっと回らされている。でやっぱり裁判官だから大きな事件も担当したいなと思っていたんだけども、結局最後までそういったところには行かせてもらえなかった。頭を下げればいいのかもしれないけれども、自分はそういう生き方はできないから頭を下げなかったら、最後まで地方周り で家庭裁判所に、とか、家庭裁判所が別に悪いってことを言いたいわけではなくてですね、大きな判断をする部署ではないっていうことで言えば、家庭裁判所が行かせてもらえなかったっていうのに、まあ、その元裁判官の方、複数の方はそういうふうにおっしゃっていました。やはりそれはじゃあどういうふう、まあ、処遇がですね、エリートコースと呼べるのかっていうと、本庁大都市圏ですよね、東京地裁、高裁、大阪、あるいは まあ、札幌とか、そういった大都市のところの、そして本庁に、所属される、配属される、あるいは東京地裁でなくても横浜とか埼玉、千葉の、まあ、に任命されてですね、でそこで裁判長になって大きな事件を任される、っていうところに乗っていくと、まあ、いわゆるエリートコースと言われるわけですよね。で、まあ、その中でもさらにピックアップされると最高裁判所の調査官命じられたりとかですね、研修所の教官、でそういうところに行った後に、まあ、裁判長になって、そして、所長になって、高裁の長官になっていくと、いうのが、まあ、エリートコースとされているわけですけども、まあ、エリートコースが、何も全て正しいというわけではないんですけれども、大きく社会に関与していく、社会性がある事件を担当する、行政事件とか労働事件に関与して、いくということになってくると、
どうしても支部とか家庭裁判所ではそういう判断には関わりないということになってくるんですね。でそれでももちろんよしとして少年事件に、そのやりがいを見出すとかですね、家庭裁判所、家庭の中にこそ大事な問題があるんだということで、信念を持ってされているのはそれはそれでとても立派だと思うんですけど、少なくとも最高裁判所の事務総局はそうは思ってないですし、そういったエリートコースに乗りたいと思っている裁判官は、そこから外れた裁判官を下に見ているというのは見て取れると思うんですよね。まあ、先ほど その山本さんにしても加藤さんにしてもそういう人たちは自分がエリートコースに乗っかっていると多分思い込んでいると思うんですね。だからこそ上から目線で、地域でそういった、まあ、先ほど紹介したような、コメントとか発言とかが出てくるのではなかろうかと思いますけれども、だけども大事なのは、まあ最初から言っている通りに両親に従って独立して指定憲法と法律にのみこう従ってですね、それに遵守して、でちゃんと両者の言い分を聞いて判断することができているかできていないかということだと思うんですよね。それはジャーナリズムと同じで、ある意味でちゃんと権力のを監視しているのかどうなのか、間違っていったら間違っているっていうふうに、事実に基づいて、思い込みじゃなくてですね、思い込みとかイデオロギーではなくて事実に基づいて、納得できるような判断材料をちゃんと調べてきた上で、精査をして、で、それを判決理由の中に書くと、いうことだと思うんですよね。それが公正に、市民のための独立した裁判官としての、やるべき職務だと思うんですけども、それができていないというところに、大きなこの今の日本の裁判の問題点があるというふうに思うわけです。で刑事裁判というならばきちんと冤罪事件を作らないで、捜査機関の警察検察の言い分聴取のみに信用を鵜呑みにするのではなくて、ちゃんと弁護人とそれから被告人の言い分に耳を傾けて、話を聞くという姿勢が基本的な当たり前だと思うんですけど、でもその当たり前ができていないと思われる裁判が圧倒的に多いので、刑事裁判で言えば、そこら辺が大事なポイントだと思うんですよね。でそして行政事件とか住民訴訟とか労働事件とかで言えば、国とか行政、自治体とかですよね、それから大企業とか、の側の言い分を鵜呑みにするのではなくて、ちゃんとそれも公正立場で、裁けるかどうなのかというところが、実際には刑事裁判で無罪判決を出すと睨まれるわけですね、そういった裁判官は。そして、行政訴訟とか、住民訴訟とか労働問題もそうなんですけども、国の側に不利な判決を出すと、やはりそれも修正コースから外されると言われているわけですよね。一番有名なのは、憲法9条にかかってくるような問題、では、露骨にそういった訴訟式をされて、訴訟事件でいうと人事の判断をされていると思うんですけれども、でそれがすごく分かりやすいかなと思う記事を先ほどの三鷹の事件、もう一つ原発ですよね。原発の判断について、そのいわゆるエリートとされている裁判官がどういう役割を果たしているのかっていうのがとても取材して見えてきたのが、法曹界の超エリートたちは原発事故を直視しているのかっていう、この、短い記ですけども見開きの動きが大事です。で、内容はこの記事読んでいただければあれなんで、時間もないので簡単な説明だけでなんですけれども、その再稼働について、差し止めの仮処分を決定した、樋口英明裁判長というのは、珍しい裁判長だと思うんですけれども、それまでは 3.11 が起きる前は、再稼働停止なんて、裁判所が認めるなんてことは、ありえないと言われていたんですよね。で国の原子力要請に、
のいうふうな判決を出すなんてことはよっぽど珍しいおかしな裁判官か変わった裁判官だなっていうふうに言われていたんですけども、3.11以降は必ずしもそうではなくなってきました。なくなってきたんですけれども、それでもやっぱり再稼働の差し止めをするっていうのはやはり勇気がいると思うんですね。まあ、樋口さんがその勇気がいる、勇気のある裁判官の一人だと思うんですけど、でそうするとその、まあ、他でもそういった裁判が行われているんですけど、そこにじゃあどういう裁判官が送り込まれてきたのかっていうと、まあ、先ほど、まあ、申されたようにですね、いわゆる、法曹界というのはエリートと言われている裁判官ですね。それはまあ経歴とか、その人の、まあ、判断した内容とか見ると、まあ、一目瞭然なんですけど、露骨といえばあまりにも露骨です。でそこには今まで、その、国とか行政、地方自治体も含めて、あるいは大企業、公害、とかでもそうなんですけれども、そういった住民側、市民の側を勝訴させるような、まあ、そういった判決を書いている裁判官は、まあ、送り込まれてこないわけですね。じゃない、いうことを聞くような裁判官、まあ、もちろんはっきりと言ってるか言ってないかはブラックボックスの中ですから分かりませんけれども、こういう判決を出せよなと、そんな露骨の言い方はもちろん賢い人たちですから言わないと思いますけども、ね、でも、じゃあ今度ここに行ってもらう、どういうことか分かってるよなよりももっともっと薄まった遠曲な言い方で、まあ、多分言ってると思うんですよね。ということは、まあ、これは僕の今のは推認で言ってるんですけれども、だけども僕は少なくとも取材した中では元裁判官の方とか弁護士の方に何か話を聞いたら、多分そういうふうに言い込まれ慣れて送り込まれていると思うよっていうふうに皆さんは口を揃えていました。ですからそういったことも含めて僕の取材の中、まあ、結果から言うと多分そういう人たちだから送り込まれたんだろうなということが、まあ、類推できるというふうな結論になるわけですね。でそれできちんと司法がチェック機能を果たすことができるんだろうかというところが、まあ、ポイントになってくるわけですね。つまりそれは誰にとっての裁判なのかということに、まあ、つながってくる問題だと思うんですね。つまり、まあ、国家権力という言い方を使うと、まあ、イデオロギー的になってしまいますけど、まあ、国、まあ、権力ですよねがちゃんと憲法に従って仕事をしているのか、我々が納めた税金がきちんと使われて、法律に基づいて使われているのかと、いうことをチェックするのがジャーナリズムであり、あるいは司法の役割だと思うんですね。ところがそれが都合のいい、人たちが裁判官として裁判長として送り込まれるのであるならば、それは権力の監視機能、チェック機能というのは、まあ、果たせる機関ではなくなってしまうとしか思えないわけですよね。つまりは、まあ、国、権力を、まあ、守るための機関になってしまう。裁判官の役割というのは、そういった都合のいい存在になってしまうということが危惧されるわけです。そうだというふうに断定しているわけじゃなくて、そういうことが危惧されるということなんですよね。でそれではやっぱりいけないと思うんですね。司法はその最後の砦のあるであるはずなんですよね。ジャーナリズムがいくら頑張ったとしても最後はその裁判に訴えるしかないっていう、手数はそこしかないってことに ならないような状況が多々あるわけ でその時にじゃあ最後の砦である裁判所がどういう判断を下すのかっていうところで、権力を守る側 の一員となってしまっている人が裁判官というポジションに多くを占めてしまっているならば、それはチェック機能を果たしてもらえる、もらえるということはもうほぼ不可能ということですし、最初から諦めるしかないということになってしまうわけですよね。でそれだと日本の司法というのはところには、まあ、希望の光が見えてこない、ということになりかねないのではなかろうかなというふうに思うわけなんですね。まあ、いろんなその事件の取材、まあ、刑事事件というならば、まあ、推定罪ということになるんですけれども、行政事件あるいは、労働事件とかで言うならば、
まさにそういった権力の側に立ってしまっている人が、としか思えないような人が、裁判長に多々いるなということが、その事件取材、そして、法廷の取材から、見えてきたわけです。で、まあ、実際にその裁判官の経歴とかをですね、その調べていると、じゃあ権力を監視するような判断を下すとどうなるのかというと、先ほど申し上げたようなその支部、いわゆる、まあ、悪い言葉で、あまりいい言葉ではないんですけども、土佐回りをさせられて、地方の支部、その中でも、まあ、家庭裁判所にのようなところに、ずっと回らされてしまうということになってしまうんですよね。それが、まあ、露骨にある場合もあるし、露骨じゃない場合もありますし、でもそれは露骨であったとしても露骨でなかったとしても、明らかにそれは見せしめになるわけですよね。そうか、言うことを聞かないとそういうことになるのか、警察や検察側に不利な判決を書いたら、推定無罪で無罪判決を連発したらやばいことになっちゃうのかなっていう思わさせてしまうんですよね。再稼働判決を書くとか、思想良心の自由に従って、国家斉唱の拒否をするような教育公務員、学校の先生に対してその言い分を認めるような判断をすると、自分の今度は異動がやばくなっちゃうかなっていうふうに思わせてしまう、効果が生まれてくるわけですね。萎縮するわけですよ。はっきりと露骨なことをしなくても、そういった人事異動だけで、そういう萎縮効果が十分に生むわけですよね。それがこの最高裁の事務総局の、まあ、やり方というふうに見えてくると思いますし、実際に元裁判官の方や弁護士の方に話を聞いていると、まあ、現役の裁判官も含めて、まあ、少なからずそういったところはあるよね。皆さん認めています。はっきりと、萎縮したよとか、あるいは露骨に自分もそういった人事をされたっていう明言される方もいますし、現役の方の中には言葉を濁しながらだけどもやっぱりやりにくいよねとか、判事法の時には判事の顔色を伺うし、ご期待の時には裁判長の顔色を伺うし、自分が裁判長になっても、所長とか先輩の裁判官の顔色、あるいは最高裁の方の様子を伺うよねっていうふうには言う方も、多々いらっしゃいます。と考えると、別に僕は、推測で言ってるだけではなくて、明らかに事務総局の動向、さらには今までは事務総局の動向とか意向とかって言われてましたけども、もっと言うと内閣、政権側の意向っていうのも、当然そこにはあるのではなかろうかということが類推できると思います。何回も繰り返しますけども、でもそれではまずいと思うんですよね。じゃあどうするのかということになるんですけども、まあ、この後の、シンポジウムの中でもそういった議論になると思いますけども、ここではその、先ほどから、何回か、触れさせていただきますけども、メディアの役割、司法の問題ももちろんあるんですけども、その、を支えるためにはメディアと教育、がすごく大事になってくると思うんですね。で、そもそも、その裁判官、冒頭で言いました、申し上げましたけれども、裁判官というのはみんな公正に中立の立場で憲法と良心に従ってやってくる立派な人たちばっかりなんだっていうのを思い込んでしまっているのは実はそうじゃないんだよっていうことをちゃんと僕は多くの市民に知らしめる必要があると思います。実際にはもちろん立派な裁判官もいらっしゃるのは重々承知の上で言ってるんですけど、でもそうじゃない裁判官も多々いるんだ、そして、当たり外れがあるの、これは現実なんだ、決してみんな立派な裁判官ばっかりじゃないんだということを現実の問題としてきちんと知らしめる必要があると思うんですね。それが大前提となってそこから議論とかをスタートするべきだと思うんですけども、それが僕は法教育だと思うんですね。である意味でその憲法教育だと思います。その法教育と憲法教育
それがまあ教育の大事な役割だと思うんですけども、よくその主権者教育、これは主権者教育でもあると思うんですけども、よく主権者教育でニュースになるのが模擬投票をやりました、で僕たちも一票入れなきゃね、いけないと思いましたっていうような、その高校生の声とかそういうのを拾って記事に仕立て上げて、 NHK のニュースとか新聞記事もよくそういうのが出てきますけども、僕はその模擬投票なんて100回やったって200回やったって全く意味がないと思うんですね。模擬投票は単にその箱を作って票を1票入れるっていう、そういうセレモニーを儀式をやってるに過ぎないので、そんなものは法教育でも主権者教育でも何でもないと思うんですね。そんなのやんなくたって、わざわざやんなくても生徒会選挙があるわけですから、そこで1票っていうのは普通1年に1回最低限でやってるわけですよ。前期と後期で、その生徒会執行部が変わる学校だったら年に2回やってるわけで、そんな模擬投票なんかやるんじゃなくて、そもそも憲法というのは誰のためにあるのか、権力を縛るために憲法というのはそもそもあって、それに従って、判断を下すのが、権力を監視するのがジャーナリズムであって、裁判官、裁判所であって、でそこを構成をして、三権分立のものがあるんだよ。で放送には放送三者というのがいて、検察官と裁判官と弁護士さんがいて、弁護士さんは市民の人権を守るために存在してるんだよっていうことを多くの市民に理解してもらうのこそが主権者教育だと僕は思うんですね。でそれがこそが法教育であって憲法教育だと思うんですけども、冒頭でも言いましたけども、その教育問題がこの、主たるテーマの一つなんですけど、なので、中学校とか高校とかの先生にも、いっぱい取材をいつもしてるんですけども、そういった本来の意味での主権者教育、法教育、憲法教育をどれだけやってるのかっていうと、ものすごく心もとない実態が現実です。はっきり言うと、あんまりそういったことやってないんですよね。模擬投票をやったっていうんですけども、そういった憲法教育とかですね、何のために憲法が存在しているのか、根幹の部分の教育は、あまりされていないみたいなんですけども、それを、そこのところこそを、教育の現場で教えるべきだと思うんですね。社会科であれ、今度なんか公共というふうに変わるそうですけれども、それもいかがなものかなと思って、それは時間がないから置いておきまして、いろんな機会で、それはホームルームの中でも先生方が本当は教えるべきだと思うんですね。ということを考えたら、先生の教育もやらなきゃいけないわけですよね。で高校生たちは主権者として18歳になったら1票入れるわけですが、その高校生にも教えなきゃいけないということになってくるわけです。じゃあその材料として何をすべきなのかって、このジャーナリズムの役割が大事になってくるわけです。ジャーナリズムがちゃんとそういったことの現実を取材をして、さっき申し上げたように、主権者教育っていうのは、模擬投票をやりましたって、そんなことを記事にするんじゃなくて、本当の主権者教育ってのはどこに問題があるのかっていうことこそを取材をして、原稿に書かなきゃいけないですし、冤罪事件があるんだったら、その冤罪事件をもっともっと警察側の取材だけをするんじゃなくて、ちゃんと被疑者の段階から、それから被告人になってからもですね、ちゃんと接見をしてですね、弁護士さんにも取材をして、記者自身が、拘置所に行って、取材をするってことも大事になってくると思うんですね。で行政事件とか労働事件もちゃんとその記者クラブで発表されることだけを聞いて記事にするんじゃなくて、ちゃんと自分で足を運んで当事者から話を聞いて、それを詳しく、普通の短い30行とか50行の記事にするんじゃなくて、何回も何回もしつこいぐらい繰り返し問題点を記事に書いて取れる、テレビでもちゃんとそういったことを流す、面白おかしく判決の時だけ、逮捕された時だけ取り上げて、逮捕されたからイコール犯人だっていうのを決めつけたような報道をするんじゃなくて、ちゃんと、推定無罪っていうの、記者自身もそういった勉強が必要になってくるので、そういった問題意識を持った上で、もちろん取材をしていかない、それも大きな問題点の一つではありません。ということを考えると、そもそも権力監視というジャーナリズムの役割を我々自身がちゃんと果たしているのかと、記者教育にも問題になってきますし、そして教師の教育にも問題になってくるし、そしてその先生方が、生徒、中学生、高校生、大学生もそうなんですけども、
大学生に対してそういった教育をきちんとするというところまで広げていかないと、まあ、今日のテーマでもありますけれども、その司法はその誰のためなのか、市民の参加する司法って何なのかというのも、問題は解決されないことになっています。裁判員裁判で、国民が市民が裁判員になるんだと言われたとしても、今申し上げたようなことをちゃんと理解していなければ、ただ単にその裁判員の席に座ってですね、ぼーっと話を聞いて、まあ、ぼーっとって言うと怒られますけど、今撤回します。ぼーっとじゃなくて、一生懸命耳を傾けていたとしても前提となる知識の部分で、ちゃんと主権職力がされていなくて、憲法って誰のためにあるのかとか、刑事訴訟法ってのはどういう仕組みにあるのかとか、難しいところを突っ込まなくても、そこまではもちろんいかなくたとしてもですね、その基本的な部分ぐらいについては理解していないまま裁判員の席に座るのと、ある程度のことをちゃんと分かった上で裁判員の席に座っているのと全然意味が違ってくると思うんですね。一票を一票を投票所に行って、選挙の時に投じる時だってそうですよ。判断する材料があって初めて一票を投じることができるわけです。ジャーナリズムがちゃんとした権力監視の義務を果たして、何が問題なのか、森友事件というのはこういうことなんだよとかですね、家計問題というのはこういうことなんだよって取り上げているメディアと、ほとんどゼロとは言いませんけど、ほとんど取り上げてこないメディアと激然と分かれています。はっきり言って新聞で言えば一面にほとんど出さないメディア、大メディアと一面トップで、スクープを何回も上げているメディアと両極端に分かれているのが今の現実なんですね。で、そこでちゃんと、その権力、政権の問題点、何が行われているのか、何を隠そうとしているのか、公文書がどういうふうに偽造されているのか、隠蔽されているのかということを取り上げているメディアと取り上げて、ゼロとは言いませんけども、ほとんどあるいは大きくは取り上げていないメディアと、その新聞を両方、読んでいれば違いは分かると思いますけども、多分多くの人はどっちしか読んでないと思うんですよ。じゃあ取り上げていないメディアしか読んでない人は判断材料がないと。その判断材料がない人が投票所に行って一票を投じるのと、判断材料がある人が一票を投じるということでは判断が変わってくるということですよね。テレビも同じです。 NHK だけ見てると、NHK の批判すると多分3時間ぐらい話になりますけど、NHK だけ見てるとそこら辺が実は見えてこないんですよね。冤罪事件にしても、行政事件にしても、あるいは原発にしても、まあ、原発には NHK の中にも珍しくディレクターとかプロデューサーは、原発おかしいと思ってる人が多いみたいなんで、原発に限って言えば NHK は批判的に取り上げてくれてますけれども、それ以外の部分については残念ながら政権にはかなりグッと寄った感じの取り上げ方をしているので、かなり違うと思うんですよね。例えば尾長さんの一つだけでありますと、亡くなられた沖縄県の尾長さんの後継者として、出てきた方について NHK がどういう取り上げ方をしたかというと、共産党と社民党が推薦をするというふうに新しく言って後継者の方を取り上げたんですね。他のメディアはそんな取り上げ方をしなくて、オール沖縄の言い方をしたんです。その枕言葉というか形容詞の説明、短い中ですから時間しかないわけですから、短い言葉でしか説明することができないわけですよ、我々の役割としては。そこの中でどういう言葉遣いをするかで全然印象が違ってくるんですね。共産党と社民党が推薦するっていう枕言葉と、オール沖縄のっていうことで全然印象が違ってくる。NHK はそういう取り上げ方をずっとしていました、まあ、他にもいっぱいあるんですけども、っていうようなニュースしか見ていない人と、そうじゃないメディアを見ている人には判断材料が違うわけです。僕はジャーナリズムの役割というのは権力の監視が一番大事な役割の一つだと思っていますから、それが主権者の判断材料を提供することになると思うんです。もちろん思い込みとかイデオロギーのって言ってるわけじゃなくて、事実を前提としてそういったものが判断材料として提供するのが僕たちの仕事だと思っているので、言っているわけなんですけれども、そういった判断材料がないまま、一票を投じるのと投じないのとは全然違ってくるということが、
司法参加でも同じことが言えると思いますね。ちゃんと分かった上で、理解した上で、で問題点がどこにあるのかということをよく自分で噛み砕いた上で、裁判員になるのと、あるいは司法のニュースを見るのとでは全然違ってくると思います。だからこそ、教育が大事、それからジャーナリストの役割が大事だということになるわけなんですね。まあ、僕大学でも週1回ですけども、前期と後期で、まあ、いくつかの授業を担当してますけども、本当にその、逮捕されたからイコール犯人じゃないんだよということを、大学生に言うとですね、みんな一様に、後で授業終わってから、まあ、毎回感想を書かせるんです。犯人されたら、逮捕されたら犯人で、逮捕イコール犯人だと思い込んでいました。テレビのニュースとかを見て、逮捕された人がこうニュースに出てきたら悪いやつだなって、悪そうな顔してるなと思い込んで見てましたけども、先生の話を聞いて、あ、逮捕イコール犯人じゃないんだってことがよく分かりました。これからそういうふうに見ていきますというような感想が山のように返ってくるんですけども、おいおい高校で一体何勉強してきたんだよ、本当思っちゃうんですよね。でそれは大学1年生とか100を切って、まあ、高校で教えてくれなかったのかなと思うんですけど、2年生でも3年生でも4年生でも、法学部の学生でもそういうことを言ってて、マジかよって感じなんですよね。で自分の担当してるあの学校以外でも他のところでも呼ばれて、話することがあるんですけど、もう結果は同じなんですね。逮捕されてイコール犯人だと思っていました、今まで知りませんでした、ごめんなさいっていう、分かってくれたのでよかったんですけども、うん、遅いよ、もしかしたらその中でそういうことも分からずに裁判になってた学生が、いたんじゃないかなと思うと、まあ、ゾッとするっていう感じなんですよね。自分が仮に被告人になって、被告として被告人の立場になった時に、そういう人たちが裁判に並んでるってことを考えたらゾッとするわけです。で、まあ、それは裁判官、プロの裁判官にしても同じことが言えるわけで、さっきの山村めぐみさんみたいな方が裁判長席にいて自分が裁かれるとしたら、もう絶望しかないわけですよ。なぜかよ、勘弁してくれっていう言葉しか多分浮かんでこないと思うんですよね。それじゃいけないわけですよ。まあ、そこら辺のところを、まあ、踏まえて、いろいろと考える材料があるんじゃないかなということで、まあ、問題提起含めて、取材を通して、まあ、感じたところを、まあ、述べさせていただきました。参考にしていただければ、ご清聴ありがとうございました。どうも池田さん、ありがとうございました。これまでの取材経験を通じて、まず裁判官、を切る、当たりの裁判官 10%、 なかなか厳しい評価でした。でその返すくなった刀で、ご自身が身を置いてられるメディアもバッサリと鋭い立ち裁きだったと思いますが、池田さんからも問題提起がありました、司法への市民参加、裁判制度がもう約10年になります。その前提として法教育がきちんとされていなければならないという問題提起、これはまた後ほどの、パネルディスカッションでも、議論していただきたいと思いますが、引き続きまして当会の会員であります、遠山大輔弁護士から、裁判員制度が導入されて刑事司法が変わったのかというのを体験に基づいてお話をいただきたいと思います。遠山さん、よろしくお願いいたします。段階から京都の中心になって携わってきたという自負がございます。これまで裁判員裁判23件やりました。それでですね、この10年間
今10年目ですけどね、この9年間ちょっとでどんな変化があったかというお話をしたいと思います。今日はあの資料確認しま、レジュメがありますね。今日資料確認しましたら、2005年の9月から京都では市民の皆さんをお迎えするための模擬裁判を始めています。合計13回やっておりました。最初の模擬裁判はですね、新聞にも取り上げられまして、新聞で取り上げられる分には表現は穏やかでしたけども、裁判官と裁判員の話し合い、評議って言うんですけどね、この評議の様子を我々も見ることができたんですよね。そしたらですね、当時京都にいた裁判官がですね、刑事の実務ではとかですね、裁判の実務ではと言って、裁判官が裁判員に教育すると、殺意というのはこうやって認定するんだよと、凶器の危険性であるとか、どこを刺したか、部位、どこを刺したか、どれぐらい刺したか、これで殺意というのは考えるんだよというのを、教えると言ったらまだ優しくてですね、裁判官の考え方を押し付ける形の評議をされました。それは当時裁判官も慣れてなかったですから、そうなるのもしょうがない。それまでの実務で言うと、弁護士の目から見ても殺意認定されるやろうなという事件ではありましたが、そのあまりにも強引な進め方にですね、弁護士会として、弁護士から相当批判的な意見が出たことを思い出します。でその裁判長も逆に弁護士会に怒ってはりました。勝手なことばかり言えない。でその間、それから13回模擬裁判を経て、だんだんと検察庁も弁護士会も裁判所も洗練されてくるということで裁判員裁判を迎えたわけであります。今から振り返るとですね、もう当時は何といっても熱意がありました。刑事裁判を変えなならんだ、市民をお迎えしてですね、良い裁判をするんだという大げさに言わなくても国を挙げての雰囲気がありました。私はそう感じています。例えば具体例で言うと、先ほどメディアについてのね、お話も受け取る中ありましたが、メディアもですね、市民が裁判員で法廷に立つ前に我々が偏見を与えてはいけない、だから中立な報道をしないかということを真剣にお考えになって、7か条だか何か条だかをですね、共同声明みたいな形で発表されたんですね。さすが日本のメディアやるやないかと思ってましたけど、それはですね、裁判員が始まって3年以内に忘れ去られました。熱意を持った人が出世ないし転勤していなくなったからです。全く引き継がれてません。今のテレビ新聞で中立報道を意識しているメディアは一個もありません。もう捕まった時点で判決出してるみたいな印象があります。それはもう先ほど池澤さんが言わはったとおり。でその後、その熱意はですね、良くも悪くも消化されて現在に至っています。現在日本は平和になってきておりまして、私が登録した頃と比べますと刑事事件の数は約1/3。皆さんは報道に毎日さらされてですね、日本の治安は悪くなっているとお考えかもしれませんが、私が弁護士になった時と比べて京都の殺人事件は1/3に減っています。人は人を殺さなくなっています。刑事さんで裁判員裁判の数も減ってます。裁判員裁判が始まる前は京都の1年間の件数は40から70だと予想されていました。というところが、実際裁判員裁判が始まると25件と40件の間を行ったり来たりして、去年は20件切りました。今年は20件若干超えそうです。それぐらい重大事件は減っています。でその減っている中でですね、弁護士会としてはその裁判員裁判で十分な弁護活動をするスキルをどう受け継いでいくかと、発展させていくかというところが難しくなってきているんですけども、ただね、だからって事件たくさんあったらいいというものではないのでそこは工夫してやっていく、しかない、そういう状況にあります、で具体的に、まずですね、最初はやっぱ熱意があったんですね。もう
もうさまつね、市民の人を招き入れるわけだから、さまつなことはやめて革新司法にね、重要なことに集中して議論して結論を出す司法にするんだ。美しいですね。で、その時に当事者の主張を評価する、主張評価型の裁判にするんだと言われてました。まあ、検察官はこう言ってる、弁護人はこう言ってる、でそれについて議論した結果こういう結論を出しました。これがね、判決文から分かる判決文を書いてくれてたんです。これは我々にとってはすごいありがたかったんですね。だってその事件に向けた熱意が丸だったか×だったか全部教えてくれるんですよ。めちゃめちゃ嬉しかった。通知表をもらったみたいな。ところがですね、その後最高裁の方からですね、なんか刑事裁判、裁判員裁判の判決の書き方みたいなマニュアル本が出てですね、それからあっさり短くなったんですね。結論につながった議論の結論だけ書けばいい。もう 2,3 ページになった判決、 2,3 ページの判決がザラになりました。僕が最初にやった事件は放火事件でしたけども、まあ、争いない事件でしたけど、多分12、3枚あったんじゃないですか。でももうその後争いない事件だともう判決が 2,3 ページですね。まあ、それでなんでその結論になったかは分かるようにさすがに書いてありますが、もう全然思んないです。何がどう響いて響かなかったのか分かんない。まあ、これは寂しいことでございます。で、3番に行きます。放送3社の勢力の移り変わり。私はよくヘゲモニーという言い方をしてますけれども、刑事裁判における覇権が完全に移りました。昔は私の印象では刑事裁判で覇権を握っていたのは検察官であります。検察官がですね、証拠を握り、不都合な証拠は隠し、自分らの思い通りにですね、いわゆる調書裁判というやつで結論を出しと、結論を、まあ、ある意味支配してと、まあ、イメージ的に言うとですよ、わけです。ところがですね、裁判員様をお迎えになってですね、お迎えすることになって、その派遣はですね、完全に裁判所に移りました。いや、そんなこと言っても裁判員には分かりませんよ。いやいや、裁判員が聞きたいのはこういうことですよ。というふうに、公判前整理手続きの中で言われてしまうと、ああ、そうですか、ああ、そうですか、ということで、検察官がですね、裁判官に従うという、なんか気持ちいいような悪いような、こう、そういう場面がですね、毎回見られるわけです。良くも悪くも、裁判官が真ん中に立ちました。注文の厳しい裁判官は検察官に対しても弁護人に対しても、もうあれせいこれせいとこう厳しく何ていうか質問をしたり指導したりということが準備段階で、ね、後半前整理手続きという準備段階やるんですけども、そういう光景が見られます。検察官は、まあ、そういうわけで何ていうか裁判官の下にならはったわけですけども、まあ、最近ではそれももう慣れてきてはると、まあ、そういう感じです。短く言うとそういう感じ。弁護士はですね、残念ながらというか、私みたいに三度の飯より裁判員が好きっていう人もいればですね、裁判員裁判の場合はですね、普通の国選事件よりも国選報酬が割高になりますので、これは美味しい商売だということで、まあ、法律を求めてやってはる人もいるようないないような、委員長の私がそんなこと言っていいのかどうか分かりませんけども、まあ、いろいろです。まあ、弁護士はいつもいろいろなんですね。4番です。裁判官で明らかに変わったことがあります。これはですね、身柄に対する考え方です。いわゆる逮捕拘留を、ね、するかしない。それはね、裁判員様を3日間お迎えするのにね、もう結婚式並みの準備をしてですね、その3日間でもいい、3日もっていう人をですね、たまには1週間とか2週間とか拘束しなあかんわけですよ。協力してもらわなあかんわけです。一般の人を10日間警察の留置場に入れることがどれだけ重たいことなのかということがやっと裁判官に分かった。なので身柄拘束についてはかなり状況が良くなりましたと実感しています。で、もう一つの変化は最後の6番になります。今日のレジュメのタイトルはですね、市民には裁判を変える力がある、まあ、私は確信しているわけですけども、まあ、その具体例して2つのケースを紹介します。1つは大阪ケースです。
薬物の密輸だったと思いますが、共犯事件ですね。で、共犯の人が一遍に裁判で裁かれるかというと、まあ、あの共犯が X さんと Y さんがいたら、今週は X さんの裁判で、来週が Y さんの裁判だということもあるわけです。で、大阪のケースですけども、X さんの裁判でですね、被告人質問の時にだったかな、あのもう X さんが有罪であることを前提にですね、裁判長がバンバン質問するんですね。要するにお前やったらみたいなところで、まあ、あのもうちょっと丁寧な言い回しかもしれませんが、でなんでかっていうと、その裁判官3人は前の週に Y さん、共犯者 Y さんの裁判をすでにやってて、しかも Y さんに対する判決の中で X さんが主犯やって変えちゃってるわけですよ。決まってるんですよ、頭の中で。その時ですね、もうその被告人質問を見て、まあ、弁護人が怒ってというかやばいと思ったから、その弁護人が立ち上がったわけです。次の日の朝一番、裁判長ちょっと意見言わせてくださいということです。で、何言ったかっていうと、そのまま言ったんです。裁判員の皆さん、もうこの3人はね、あのもう結論が決まってる、偏見に満ち溢れてるんや先週 この人らはね、あの記録に出てくる Y さんの裁判やって、もう X が主犯やって書いてもうてると。こういうね、その偏見とか先入観に満ちた人、裁判をしないためにあなたたちがいるんですよという意見を法廷で述べたわけです。その X さんの裁判判決は無罪になります。すごいでしょ。だってそれ言われたらね、この後のその後の話し合いでね、いやでもあの X さんが主犯やと思いますよって裁判官も言いにくいですよね。まあざまみだと思いますけど、まあそういうことがあるわけです。あるわけです。まあそれ実際どう、まあ高裁がどうだったかちょっと今覚えてないんですけど、高裁に行ったかどうかも覚えてないんですけど、まあ、そういうことってあるわけです。その慣れてないからこそ刑事裁判の原則に従った判断ができたという例なんじゃないかと、まあ、そういうふうに思うわけです。京都ケース、これは僕が去年やったケースです。暴力団ですよね、今、なんか大きな首がなんか3つに割れて、なんかやってありますけども、でそのある組がある組の事務所にですね、あの拳銃バンバンと打ち込んだわけです。で、運転手役の人がいて、打ち込んだ人がいると。運転手役の人は、まさか兄貴が打ち込みに行くなんて知りませんでしたと言ってあるわけですね。で、兄貴の方も、いや、あいつにはもう何も教えてない。あの右行け、左行け、そこ曲がれとしか言うてない。で、そこで待っとけと。で、30分経っても私が帰ってこんかったら、事務所帰れと。と言って、出かけましたと。まあ、そういう話ですね。で、これでですね、まあまあ、あの、なんていうか、さっき その逮捕されたら犯人みたいじゃないですけど、まあ、怪しく見たら怪しく見える事件なんですよ。でね、まあ、この時もですね、被告人質問の時に左陪席ってね、一番若い裁判官がね、私の依頼者に対してですね、私の依頼者はその打ち込んだ方なんですけどね、あの、まあ、えらい偉そうに質問するわけですよ。もともと偉そうやなと思ってた人なんですけど、で、今度右陪席って言ってね、あの中堅の方がね、なんか君たちの行動を見てると、その発砲が終わった後にね、えらいスムーズに合流してるから、どうせあの飛ばしの携帯かなんか持ってて電話で連絡取り合いながら合流したんじゃないのって聞く。検察官も言わないことを、証拠が一個もないことを聞くわけです。もう腹、頭にきましてですね、で僕最後の弁論で言うたんです。まあ、名指しでね、まあ、我々はね、正しい結論に到達しなければなりません。そのためには我々は中立でなければいけません。確実な事実と正しい証拠によって判断しなければなりません。でも確実な事実と正しい証拠を見抜くには、ね、中立でなければいけないはずですと。少なくとも中立であろうとし続けなければいけないはずですと。僕心配なんですと。 A 裁判官は
警察官勝利の時と違って私の依頼者に対してやたら高圧的やし、 B 裁判官はお茶になった2期陪席はどうせあんたら飛ばしの携帯持ってて合流したんちゃうの、検察官も言わへんようなこと言うし、でも私考えました、大丈夫です、皆さんこれからね丸いテーブルに座って議論しはります、自分の右隣の人より中立であろうとしてください、そしたら皆さんは必ず全体として中立になります。ってやったんです。結果どうなった、運転手役の子は最後の最後まで知らなかったことはないけれども、最後の最後のところまで知らなかっただろうと、つまりここで待っとけと言われて出発する時にはあこれは打ち込みに行くんだと分かったはずやということで、その打ち込みに行くのに協力する場面がすごい限定的になったんですね、まあ、要するに待ってただけみたいな、その場で連れて行く時には知らなかったわけやから待ってただけ、待ってただけということはまあ何ていうか精神的に助けただけということになりまして、共同正犯ではなくて幇助だということになって休憩8年やったんですけども、懲役3年の執行猶予5年ということで執行猶予で出れました。しかもこの裁判は確定してます。ひょっとして日本中の暴力団から僕のところに問い合わせが来るんちゃうかなと思ってましたが問い合わせは一件も来ておりますね。はい、これもね、まあ、それがどこまで影響したか知らないし、あ実際これは面白くてですね、その後ね裁判員の人のアンケートって見れるんですよ。そしたらですね、そのアンケートにね、弁護人らは、まあ、運転手役の方の弁護人もね、裁判官に誘導されるなってわーわー言うたもんですから、うん、弁護人らは口々に裁判官に誘導されるなと述べていたが、実際の評議においてはそのようなことは全くなく、弁護人らの杞憂であると思ったとアンケートに書いてあったんです。これはね、いいことなんですよ。だってその評議では誘導がなされなかったということが分かりましたから。ね、いや実際この裁判体はね、争点整理案とか言ってですね、紙3枚も4枚もあるような争点整理案作ってくるんですよ。これはちょっと何ていうかプロじゃないと分かりにくいかもしれないけど、もう議論の土俵ができてるってことなんです。つまりもう結論まで決めちゃってるって話なんですよ、僕らから見た時の見え方っていうのは。他の裁判体はですね、争点整理案というか裁判の始まりに示す争点の整理案というのは箇条書きで3つ4つしか書いてないんですよ。紙1枚超えることないんです。まあまあまあそこ入っていくとあれなんです、はい、私はですね、そのまさに慣れてない人に、慣れてないあなたたちがいる意味がまさにあるんだということの大事さというか、それをですね、法廷で確認してもらえたら、やっぱ活発な議論になって、より正しい、判断に近づくんじゃないかなと思っているわけですね。で、その良い例なんじゃないかなという2つを紹介しました。で、当面の課題、先ほど九条さんの話にもありましたけど、主権者教育との関係でいうと、まあ、法教育、主権者教育との関係でいうと、黙秘権です。黙秘権。みんな黙秘権嫌いですよね。この黙秘権が素敵な権利だと分かってもらう、これがまず最初にして最後の関門というか、はい、でそれは僕は今大学教育で取り組んでます。あとで機会があればしゃべります。でメディアの問題、これはもうさっきの中立報道、これにつきます。まあ、僕はですね、まあ、幸いなことに京都で重大な事件が起こるとですね、ああ僕のところに来るんじゃないかとワクワクするという、まあ、そういう状態を、そういう生活を今してるんですけども、まあ、その報道の第一報がひどいですよね。ストーカーっていきなり書いてあるんですよ。見たんかと。警察が言ってるだけやろと思うんですけども、実際ね、報道の第一報でストーカー殺人って書かれて、判決ではストーカーでないって書かれた事件があるわけですよ。じゃあストーカー殺人って書いたその新聞はね、裁判員として関わった人が、いや新聞にストーカーって書いてありましたから、もうことはね私の頭から離れませんよって言ったらどう責任取るつもりだよ。
と言いたい、はい、で裁判官、裁判官はですね、これはね、あのさっき の, その3番のところ、あ3番4番のところのつながりなんですけど、まあ、結局相対として見ると変わってないっていうかあれなんですけど、やっぱ裁判員裁判に対するその当初の熱意を知ってる人がほとんどいないもんですから、まあ、独自の進化を遂げてきてるというか、で一番良くないのは慣れてきて裁判員をですね、もう50件も100件もやって慣れてきて、まあ、言い方は悪いですけど市民の方の扱い方が分かって、扱い方が分かったがゆえに自分は常識人だと思ってるやつが一番危ないんですね。でこれを何とかせないかというのが私の当面の課題でございます。はい、では後のパネルディスカッションにつながればと思います。ありがとうございました。富山さん、ありがとうございました。パネルでの議論に少しちょっと余韻を残したお話でしたが、それではパネルの準備に入っていただきます。その間私がマックアイつないで喋ってますので、席を作って、パネリストの皆さんにはご登壇をお願いしたいと思います。で資料の中にアンケート用紙入れてます。今後も弁護士会としてはいい企画をやっていきたいと思いますので、今日の企画についての感想、あるいはどういう方法でこの、企画を知られたかというようなことも今後の参考になると思いますので、ぜひこれは書いて帰ってください。で丸をつければいいと項目だけではなくて、きっちりと記述式のとこもあります。スペースが足りなかったら裏の部分に書いていただいても結構です。皆さんの声がこれからの、弁護士会の企画に反映できると思います。よろしくお願いいたします。これから の, パネルディスカッションは、この我々放送事業を考える部会の部会長をしております、徳村弁護士がコーディネーターとなりまして、先ほどお話しいただきました池添さん、遠山さんに加えまして、元裁判官の小林さんにも入っていただいて、まあ裁判所の本当に中を知っておられる方が入ると、きっと議論は面白くなるだろうなということで、小林さんにご無理をお願いしました。それでは、パネリストの皆さん、ご登壇をお願いいたします。具体装置が一応整いましたのでよろしくお願いします。それで、ですね、先ほどからいろいろとこうお話が出ていますのでお気づきかもしれませんが、この本審法の方はですね、9月29日に行われますが、弁護士人間を進めるという観点、司法参加を広げる裁判員の経験を踏まえてという観点、法教育に取り組む、それから市民と司法をつなぐマスメディアの役割という4つの観点から司法を強くし、まあ先ほど池添さんがおっしゃっていた、権力を司法がきちっとチェックするために国民的なバックアップが必要なんじゃないかっていう観点から、この4つの視点で考えてみようと。で弁護士認可を進めるというのは、要するに、まあ、裁判官制度を考えるということですね。それから市民の司法参加ということで、裁判員の経験をされた方にも加わっていただいた、お話をすると。そして法教育、まあ、権力に対する縛りを考えるというのが、まあ、法教育の、一番の根本であると、先ほどからも出てますように、主権者教育ということがなされなければ、この市民の司法参加というのも、まあ、値打ちが半分になってしまうというようなお話もございました。そしてそういうことをきちっと中立の立場で伝えていただくマスメディアの役割を考えるということで、まさに今日議論していることが本審法でも
議論されるという流れでございます。京都の進歩の成果はまた本進歩の方にもご報告したいと思います。それでは準備が整ったようですので、奥村さんの方にマイクを渡したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では第3部のパネルディスカッションに移らせていただきます。第3部では裁判員制度をヒントに裁判官キャリアシステムの改革、国民の期待に応える司法の道を探ると題してご登壇の3人の方からお話を伺います。まず裁判員制度導入についてお伺いします。裁判員制度導入は平成13年6月に発表された司法制度改革審議会意見書において提言されたのがきっかけですが、刑事裁判の審理や判決に市民が加わることを知ったときの最初の印象、感想をお伺いできますでしょうか。池上さん、いかがでしょうか。裁判員裁判は刑事事件が対象だけが対象になっているんですけども、僕は裁判員裁判とか司法市民の司法参加をするんであるならば、むしろその労働事件とか行政事件とか、それから公安事件、そういったものこそ市民が参加すればいいのになというふうに最初に思ったのが、一番大きな感想ですかね。であと、どうせ刑事事件やるんであるならば、もう認めても事件なんか別にやる必要なくて、否認事件とか冤罪事件みたいな、そういった痴漢冤罪事件もそうなんですけども、警備でやったとしてもそういった否認事件こそ、判断して有罪か無罪か、だけを、判断すればいいんじゃないかなというふうに思ったのが、感想です。もう一つはその死刑の判断というか、そこまで市民に、こう負担を背負わせるのはどうなんだろうというのが疑問問題というのも、大きなところです。富山先生はいかがでしょうか。個人的には嬉しかったというか、映画で12人の怒りを男とかですね、氷結の時だったかな、弁護士がこう、12人の怒りのことは男はダメですけど、あれ弁護が多いですけど、氷結の時っていう弁護士がキレのある弁論をして被害を勝ち取るっていう映画がありましてですね、あれと同じことをやれるんだなと思って嬉しく思った気がします。ただ制度そのものについて言うと、今おっしゃったように否認事件だけでもやっちゃうかとかですね、死刑事件はどうするんやとか、いろいろ考えなあかんことがあるなと思いました。個人的にはプレゼンテーションの勉強を始めまして、何と言いますか、その考え方というか伝え方そのものを変えるという勉強をたくさんしました。で最終的には本を書きました。あとはシドニーにですね、実際の陪審裁判を見に行ったりとか、そういったこともして、本番に備えました。はい、よろしければ本のご紹介入門法廷戦略という本を出しました。それまではやっぱプロがやってるんで何やってもよかったというか、結局裁判官がここは聞いてやろうと思うところを判決に反映させてくれたんであれだったんですけど、一般の方にですね、10も20も伝えてたのは何も伝えてないことと同じですから、いかに伝えるかということを戦略を持って法廷に臨まなければいけないということで、そういった本を書きました。小林先生は裁判員制度が導入されることをしたとき、どういう感想をお持ちになられましたか。私、今年の1月で70歳になりまして、裁判官45年やってました。そのうちの刑事裁判に携わったのは、主に刑事裁判をやったのは12、3年目までです。それまでに刑事裁判に絶望して、あとは民事ばっかりやってました。絶望したのはですね、4、5年までぐらいは、ゴビタの左林席の頃は、まだ無罪判決を何件か書いたことあるんですけど、
単独事件をやり始めましたら、もうみんな覚醒剤と無銭飲食の自白事件ばっかりで、刑事裁判が全然面白くない。もう検事の前で裁判は終わってまして、私の前では単なる儀式をやってるだけ、全くつまらないんで、もこんな面白くないのはやりたくないと思った。それから12、3年目に死刑判決に右陪席で携わりました。私はもう死刑判決に携わるのは嫌だと思って、それ以来の刑事裁判に逃げてきたんです。それでまあこの裁判員裁判が導入されるという時に、やっぱりもう一番思ったのは、陪審がこれでできなくなったなという意味の残念な思いもありましたけども、これでやっと日本の刑事裁判変わるなと、それがまあ期待できるなと思って嬉しかったです。ただですね、設計のこの裁判裁判を導入する理由としてね、現在のその当時の日本の刑事裁判はもう絶望的だと言われてたんですけども、そのことはちっとも触れなかったんでね、今の裁判が刑事裁判がダメだから裁判導入するとは一言も当局に言いませんでした。それ言ったら当時の刑事裁判官たちが大反対してできなかったから、そこは一言も言わないでうまいことやりました。まあそういうところです。先ほど打ち合わせでですね、民事裁判官と刑事裁判官の勢力関係というのも少しお伺いしたんですが、もしよろしければお話しください。大抵の裁判所ですけど、裁判官の数を数えてみますとね、民事裁判官が2いれば刑事裁判官1ぐらいなんですよ。私がこの間まで言った堺支部は刑事裁判官の方が多いんですけども、あそこは治安が悪いから大和川を下り下がりますとね、極端に治安が悪いから堺岸和田は刑事裁判官の方が1人2人多いというね、とっても厳密なところなんですけど、一般的には民事が2やってやれば刑事は1なんです。そしてですね、皆さんあまり見ないでしょうけども、判例雑誌、裁判例が載る雑誌があるんですね、判例タイムズとか判例書、それ見てますとね、ここ10年、20年、刑事裁判なんていうのはほんのちょびっとしか出ない、一冊の1件あればいい子、1件か2件、あとは民事の判例ばっかりずーっと載ってるんです。それで見ただけで、裁判所の中で民事が圧倒的に主流で、刑事はもう小さくなってた。でも、この裁判導入で刑事は息を吹き返したんです。これで刑事裁判官大きな顔できるようになった、大蔵省からもお金を取ってくれるようになった。それから刑事裁判官は大きな顔できるようになった。ただ刑事ばっかりやってる裁判官はダメだと言われましたってね、そのくらい。だからやっぱり刑事ばっかりやってるとダメなんです。日本の刑事裁判の有罪率 98.7% とか 99%、有罪ばっかりやってるんですから、もう有罪なりしてしまうんですよね。そんなやつが刑事裁判やってたらダメなんです。たまに民事の人間が刑事裁判やると無罪が出るんです。そういう意味でも刑事裁判なりしてない一般の市民が刑事裁判に入ってくれてるので期待ができるなと思ったのを覚えてます。いや、実は当初は池田さんや富山先生は刑事裁判に、裁判所に批判的なことをおっしゃるんで、小林先生に反論していただこうと思ったんですが、先ほどの打ち合わせだと一番批判的なのは小林先生で当初の計画というかイメージは違うんですが、刑事裁判絶望とおっしゃったんですが、キャリア裁判官の刑事裁判どういうところが問題だったんでしょうか。小林先生どうでしょう。毎日毎日有罪の事件ばっかり見てるんですよね。そうすると、たまに否認する人の言い分はですね、なかなか下せないんですよ。そんなこんな突拍子もない言い分があるだろうかと。で、通常のことはスッと頭に入るんだけど、ちょっと異例なことになってくるとなかなかとつきにくいんですよね、人間はね。でも、言われるように、事実は小説よりきなりですからね。本当に予想もしないことがあり得るわけなんで、そこのところに思い出すだけの人間的な余裕がなくなってしまう。それが一番怖いだろうと思うんですね。私はたまたま先ほどの池田先生の話の中に出てきました、最後に出てきました倉沢という三鷹痴漢事件の
有罪にした裁判官がよく知ってるんです。同じ西方教だったやつがね、よく知ってるんですけど、まあ、私はずっと西方教や裁判官工学や日本ネットワーク、日本裁判官ネットワークにずっと所属して、いつも最高裁のに嫌われる生き方をしてきましたので、あまり自分を曲げないできましたけども、黒澤君は平成5年以来、5年までは全国裁判官顧問会に来てたんですけど、平成5年以後来なくなりました。その頃から彼もやっぱり有罪になりした刑事裁判官になっていったんじゃないかと想像してるんですけど、だから人間は同じことばっかりやってるとやっぱりおかしくなる。先ほど池上さんのお話の中で、まあ、裁判官は認知や昇級、まあ、人事行政を気にするということがあったんですが、刑事裁判においてはどうですか？まあ、私のこれは持論なんですけども、裁判官はね、決してね、別に警察は望んでないと思います。最高裁判事や厚生長官になろうと思っている人なんてほんのちょびっとです。でもね、まあ人並み普通に処遇してもらいたいと思ってるんだと思うんですね。普通に、だから普通でない扱いされるのはやっぱりプライドは許さないと、そういう人種なんでね。だから同じ同期の人間が、例えば東京市内に同期の人間が10人いて、転勤の時になって1人は大阪、1人は最高裁、私は北海道、私は田舎の主婦なんていうふうになったらですね、それだけで落ち込むんです。そういうその転勤の順次が裁判官を萎縮させるんだと思います。別に出世したいから萎縮しているのでは僕はないと思っています。先ほどの講演とも重なるんですが、キャリア裁判官による重税の刑事裁判、池取さんの問題点、一番の問題点はどこだと思いますか？裁判官で、まあ、キャリア裁判官、まあの問題点ですかね、まあ、裁判員裁判が始まるまでの刑事裁判の問題点。その最初に結論ありき、先ほど の, お話にちょっと出てきましたけれども、結論ありきの部分がやっぱり大きいんじゃないかなと思いますね。最初に決めつけてみて、先先入観ですごく、先は大阪の話すごく面白かったんですけども、偏見と先入観にこう満ちている裁判をしないために、その裁判をやるんだっていう、ね、おっしゃったということが出てきたんですけども、裁判官もそこら辺がその最初に先入観があって、もう結論が決められていて、ストーリーができていて、こういう判決にしようとかって思っているところが多いのがやっぱり大きな問題点じゃないかなと。小山先生はいかがでしょうか？僕はその前の絶望の時代はあんまり味わってない世代ではあるんですけども、まあ、先輩方からいろんな話を聞きといったようなことを考えると、まあ、やっぱり、ね、その有罪率が高いというか、いろんな裁判官の方からも聞きましたけど、やっぱり毎日その有罪の人しか見てないという、その状況は問題だったんでしょうね。まあ、あとは個別論に入っていくとですね、やっぱ証拠開示がないとかですね、まあ、そういうところは大きいと思います。まあ、どっかで話が出るかもしれませんが、証拠開示が制度化されて裁判官が証拠開示に慣れてきたという状況は非常に歓迎すべきで、刑事裁判が一定程度いい方向に向かっているのかなと思います。裁判員裁判に戻りますが、司法制度改革審議会検証提言を受けて、裁判員法が平成16年5月に成立し、平成21年5月に施行されました。
およそ9年ぐらい前なんですが、実際に裁判が始まって、最初傍聴された時の井上さん感想はいかがでしょうか。裁判の中身がなんか見えにくくなったかなっていうのが大きく感じたところですね。さっきの公判前整理手続きもそうなんですけども、その中でこう今までだったら法廷の中でこう出てきてた問題点とか、そこの中でこうやり取りがあったのが、もともとその書類主人だから、見えない部分が多々あったんですけども、もっとブラックボックス化されたかな、裁判公開だってことになってるんですけども、なるべくその裁判員の負担を少なくして、日にちを短くするっていう目的は分かるんですけども、どんどん、一般のその、非公開の部分でが肥大していって見えにくくなってきたところがちょっとあれっていう感じがしましたよね。でその中でどんな誘導とかミスリードがされているのかっていうのが、そこも、見えてこないのが不満が残ったので、多分その取材している側もそこを知りたいからこそ記者会見を開いてほしいと望んでいたと思うんですけれども、それもみんなが応じてくれるわけじゃないし、守秘義務というのは何を守秘義務とするのかという程度もあやふやなので、そういう見えにくくなってきているところが、そう、不安と不満に思ったところです。裁判で裁判になって、富山先生とかの講演では、公判前整理手続きの重要性がおっしゃるんですけれども、そうすると当然、ジャーナリストの方からすると、裁判の過程が見えないということになるんでしょうかね。富山先生は裁判実際始まってどういう感想を持ちましたか。いや、僕は、始まって嬉しかったっていうだけですけど、ただ東京でですね、第1号小谷田先生がインタビューに答えて、徹夜で準備しましたって言ってるのを聞いて、かっこ悪いなと思ってもしそうやとしても言うなよって感じですよね。5月の21日から始まって第1号で確か8月の2、3、4ぐらいだったんですよね。どんなホテルだかちょっと分かんないんですけど、少なくともその裁判員の人の記憶に残る弁護人として活動しようとは思いました。実際に弁護人を担当されてみての感想はどうですか。いや、それもちょっとやりがいがあります、僕が陰でどんな努力をしているかはここでは申し上げません、本当にやりがいがあってですね、要するに利害関係のない一般の人から自分の仕事を評価されるっていう場面はもうここしかないんですよ。自分のお客さんでもないし相手方でもないっていう人、一般の方からですね、ある意味てっぺん、頭のてっぺんからつま先まで見られるわけです。そこで自分の意見に同調してもらうっていうのは、すごい大変なんですね。特に我々はその悪い人、弁護する人悪い人だと元から思われているので、そのハードルを下げた上で心に入り込んでいかなきゃいけない、そういうハンデがあってですね、ただその中でですね、最後私が弁論で喋っている時にこう肘ついてた裁判員の人がのめり込んでくるとかですね、激しくうなずいてくれるとかですね、そういうのを見てるとやってて楽しいなという感じになります。小林先生は裁判が実際始まってどういう感想を持ちになりましたか。裁判が始まった当時は裁判に全くタッチしてなかったのでよくわからないんですが、始まる前はですね、日本裁判官ネットワークなどでいろんな模擬裁判をたくさんやりましたのでね、裁判になれば供述調書がなくなってみんな尋問、要するに口頭主義、直接主義になるんだな、やっとこれで日本の裁判も変わるなという期待感を持ちましたし、実際にやっているその諸行裁判官たちも非常に熱意を持ってやっていたので、いよいよ変わりだしたなという期待感を持ちました。それから、
刑事裁判に担当してないんだけども一番あの裁判が始まって直に感じたことは裁判所の中に一般の人がいっぱいになってきたな。裁判のある日はですね、裁判所の中に一般の人がどっさりいるんですよ。こんなに普通の人の要するにあの一般の市民が裁判所の中にあふれることはないんですよね。当日はあの裁判員候補者いっぱい呼ばれますからね、たくさんの市民の人がやってきてるなというので裁判所も随分変わるなという期待を持ちました。裁判員裁判の審理の特徴について、話を移りたいんですが、一般的には、精密司法から革新司法へと連立的改定による集中審理の実現、長所依存体質から脱却した直接審理の実質化と言われているんですが、裁判裁判の審理について池上さんはどういう感想をお持ちですか。先ほど申し上げたそのブラックボックス化ですよね。後半前線に続きとか中で何が行われているのかが見えにくいっていうところが疑問点がやっぱりまだ払拭できないというところが多いですよね。あとはその裁判、先ほども出てきましたけど裁判官がミスリードしているのかいないのかっていうところも毎日見えるところに、むしろそこの辺のところは実際に現場で やってらっしゃるご意見とか聞いてみたいんですけど、表現評決がブラックボックスしているというのは、後で聞くとして、その後半のところでは従前の裁判とは大きく変わったんですけれども、先生はどういう感想をお持ちですか。ちょっと変な言い方しますけど、池澤さんとはちょっと違うかもしれないけど、なんていうか人間的所業をやってるなという感じがしますよね。どういう意味。要するに前はその長所があってですね、でそれを同意しますって言ってその長所を裁判官が部屋持って帰って読んでてっていう話じゃないですか。争いない事件ですけど、今は争いない事件でも基本的には証人として人が出てきて直接しゃべる証言してそこから事実を拾っていくわけですよ。だからなんて言ったらいいんでしょう、分かりやすいというかむしろ 見えるというかですね、そういう印象を持ってます。ただ当然の準備段階でですね、写真をされる事実と証拠というのは山盛りありますので、そういう面はあります。ただ法廷だけ見るとですね、やっぱり分かりやすくなったなという印象を持っています。実際の公判でですよね、裁判所は裁判員に、気を取られているんですが、なかなか傍聴人のサービスが悪いなという感じはして、富山先生なんかよく冒頭陳述メモとか弁論メモを記者に配られたりされているんですが、そういう点からしてやっぱりジャーナリストからすると後半もなかなか分かりにくいところがあるんでしょうかね。なんかやたらとそのついたても増えてきたような気がするんですよね。以前だったらついたてなしでこう証言とかもう見れたというか聞けたんですけれども、なんかそれも別室に移った、ひどい時は別室から中継してたりとか、あとはそのパネルにこう映し出したりするのも裁判員の方には映ってるんだけれども、傍聴の方には全部電源切っちゃって見えないから何やってるのか分かんないよっていうのも多いですし、もともとそういう傾向はあったんですけども、ちゃんとこう、市民参加っていうんだったらば裁判員だけ、そのさっきの裁判員様だけじゃなくて傍聴人の皆さんも含めて社席も含めて、もうちょっと開かれた方がそれこそ公開しての裁判としてはふさわしいのではないかと思うんですけれど、私も同感ですね。小林先生は裁判員裁判の公判について、どのような感想をお持ちですか。私も裁判員裁判の公判は
民事の法廷の合間にそっと覗きに行ったぐらいしかよ実際に見てないんですけども、だから実際に裁判員裁判を担当している裁判官たちから伝え聞いた伝聞にしかならないんですけども、実際に裁判員裁判を運営している諸教裁判官たちが言わせると、やはり自分たちの方が後半戦前整理手続きで情報量が先行して多いのでね、そのことが裁判員たちに、悟られると裁判員たちとの信頼関係が壊れるので、その喋るのも注意を要するということと、それから裁判官、商業裁判官にとっては当たり前のことを今市民裁判裁判員に逐一分かりやすく説明しなきゃいけないので、阿吽の呼吸でやっていた裁判官裁判員裁判の審理方法ではできなくなっているので、その意味では非常に毎回毎回が新鮮だという話を聞きました。で次は評決に移りたい、評決に移りたいんですが、評議について平野先生はどのように思われていますか。先ほど制度が始まった当初の主に裁判では裁判官が裁判員に何か教えているような印象だったということなんですが、現在はどういう印象を持つですか。これは裁判官によって違うんだろうなと思います。実際今京都には3つ部があるわけですけども、我々は評議ノープランですからと、なんていうか言ってる裁判長もいれば、さっき言ったようにですね、3枚4枚のペーパーを用意する裁判長もいれば、ただもう一つ言えることはね、一遍見てみたいというそれだけです。小林先生は評議について何かご存知ですか。私はもう裁判員経験者からシンポジウムなどで聞いたことしかないんですけど、シンポジウムに来てくれるような裁判員経験者は、おおむね評議は良かったと、裁判官が積極的にリードするようなことはなくて、まず裁判員から発言し議論できたということを言っている方が当初は多かったですね。その状態はあんまり聞いてないので分かりません。予算協議について何か感想をお持ちですか。ここもすごく見てみたいです。本当にマジで映画のね、非常人の怒りの男みたいな、ああいうこう感覚がこの議論とか、その裁判員の人間性まで見えてくるような過去の経歴とかも含めて、そういうのがあるのかないのか、普通に機械的に議論がされてるだけなのか、それは生でぜひ見たいです。記者としてもそうだし、一市民としても見たいです。無理だと思いますけど。評決、裁判の内容なんですけれども、事実認定について、無罪争う事件などの事実認定について、裁判員裁判になって、変わった点とかあるんでしょうか。じゃあ先生いかがでしょう。それは何とも言い難いですね。たださっき紹介した例のように、ちゃんと評議の時に裁判員が裁判官と対等に議論できるような材料を法廷で渡すことができれば、今まで通りの事実認定とは変わってくるということは、なんていうか実感として思ってますけども、やっぱり裁判官のその感覚っていうのは強く出るんだろうなとも思ってます。さっきのね、京都ケースですよ。こんなんね、裁判官だけでやってたら2人とも共同正犯で刑務所に行って終わりなんですよ。でもね、感想の時に分かったのは、なんでかっていうとね、これ組の事件なんですよ。でそうすると、最初はね、この A、B だけじゃなくて、
若頭 C と組長 D も捕まってるわけです。ところが若頭 C と組長 D は起訴されてないわけですよ。で検察官は、組はもう組でね、そういう敵に対する攻撃をねこう推奨してたんやから、当然運転手役 B も運転手役 A もその打ち込みに行くことを知ってたはずやと法廷でおっしゃるわけです。ところが、ね、そこには一般の方の素朴な感覚、じゃあなんで若頭 C と組長 D は起訴されてないの、これで決まりなんです。だってね、組はみんな知ってたんやったら、組を挙げてやってたんやったら全員起訴したらいいじゃないですか。でね、これはプロから見るとね、まあなんかそう検察官はまあ一応証拠とかの関係でね、当事者2人だけ起訴したんだろうと忖度されてですね、当然運転手役も知っていたということに、まあ、おそらくなったんやろうなと思うわけですけども、そうじゃないわけです。一般の方はね、検察官の法廷でね、要するに国のみんなでねこう盛り上げてましたよねみたいな立証をすればするほど、じゃあなぜ若頭と組長は起訴されてないんだという疑問が大きくなって、当然に知っていたという前提がどんどん崩れていくわけです。これ自然な感覚ですよね。まさにそういう感覚で、その自然な感覚の最後のところに裁判官の意地が入り込んだのが北条という結論やったんやなっていうまあ僕はそう思ってます。何の話でしたっけ裁判員裁判で人事でやったとか、そうだから、ね、ちょっと意地悪な見方をすればまさにその通りで、最後の最後でね、いやでも最後の最後まで知らなかったっていうことはないんじゃないかなっていう評議がなされたんじゃないかというのが僕の推測なんです。富山先生の研修でも日米での研修でも裁判裁判ではその推定無罪の原則を何度も説明するようにとおっしゃるんですが、まあ、推定無罪の原則というのが裁判裁判ではより働きようになっているというのは言えるんでしょうかね。それは弁護人の腕次第です。間違いありません。小林先生は事実認定、裁判員裁判になって、変わったらと思われますか？ちょっと分かりません。量刑に関してはね、違いがありますね。では次は量刑に移りまして、量刑の変化ですが、これはどのように変わったと小林先生は思われていますか？データが出てますのでね、最高裁がデータ出してますので、それをまあ皆さん学者も分析してありますけども、まあ、重いのは重くなってるけども、軽いのは軽くなってる。かなり広く幅広く分布するようになりましたね。だから今までのように休憩に対して休憩の端がけなんて形ではもう進まなくなってます。だから重いのも軽いのも、その裁判員の意見がかなり反映してるんじゃないかと思います。要件について池上さんはどのように感じられていますか？裁判員がその量刑まで判断本当にできるのかなっていうのが早期なんで、有罪か無罪かだけ終わるっていうのも一つの、まあ、方法だと思うんですよね。相場とかもちろんあるんでしょうけれども、それをまあ示すことによって考えてっていうのも、まあ、やり方の一つかもしれないんですけど、ここはど素人ですかね、皆さん分かんないと思うんですよ、はっきり言って、そこの部分はちょっと僕もよく分からないところなんですけど、実際にその弁護活動されている立場でその辺はどう捉えられているのか、むしろ僕の方が聞きたいぐらいところです。確かに量刑に対して、市民なり国民なりの健全な常識を反映させるといっても、そもそも量刑に常識があるのかというところはあってですね、まあ、私も今でもそうなんですが、弁護士になった当時担当している被疑者被告人から先生これ何年ぐらいですかと聞かれて、それがさっぱり分からなくて困ったのが覚えてるんですが、まあ、今は裁判裁判は量刑検索システムに基づく、まあ、量刑分布グラフが利用されているところなんです。山先生は量刑の変化について裁判員制度についてどう思われますか？はい、
やっぱり共感できる事件は軽くなるし、共感できひん事件は重くなる。まあ、なんかこう、なんていうんですか、こう、M 字分布というか、そういう傾向がありますね。量刑をですね、裁判員が判断できるというのは、これはフィクションなんですけど、裁判官が本当にできてたかというと、そこが分かんなくて、実はまあフィクションですわ。で、結局その休憩越えとかですね、そういう判断がいくつか出た後に、最高裁が休憩越え出しちゃダメよっていう趣旨の、枠を超えてもええけど、枠を超えるときはそれなりの主張立証があったときだけにしてねという最高裁判決が出ましたので、これから休憩越えはなかなか出ないだと思いますね。休憩越えというか、枠を外れる判断はなかなか出にくくはなるんだと思います。ただ、刑罰自体はちょっと重くなってましてね、私が弁護士になったときは、単純に言うと一人殺したら10年だったんですね。ヤクザがヤクザ殺すと8年やったんですね。今は人が人殺すとですね、16年ですね。それが理解不可能、例えば怨恨とか、怨恨じゃない、ストーカーとか通り魔になると大体22年ぐらいから始まるんですね。なんでそうなったんやろ、実際法律上重くなりましたから、そうなるんですけど、裁判員でもその傾向は変わってないというか、若干強まったという感じはしています。はい。時間も迫って最後結論のところに行かないといけないんですが、ちょっと再審について少し聞きたいんですが、池添さんとの打ち合わせでも、戸山先生の打ち合わせでも最初の話が出たので、最近の再審事件の傾向について池添さんどう思われますか。開かれている方向に向かっているのかなと思っていたら、そうでもなかったですね。この間の袴田事件もそうでしたし、あれも閉じちゃった裁判官もすごくいい裁判官というとあれですけども、大島隆明さんですね。大島隆明さんは横浜事件でもちゃんとしっかりした判断をされていたので、まさか大島さんだと思っていたんですけれども、閉じられてしまったので、一体どっちの方向に向かっているのかな、なんか見えてこなくなって、さっきも言いましたけど、疑わしいな、なんかこの疑問があるなと思ったんだったら調べ直せばいいと僕は思うんですよ。だって証拠を吟味していったらおかしなところがあるんであるならば、別に調べ直しても、でそれでまた有罪、維持するなら有罪でもいいし、無罪なら無罪っていう判断すればいいだけの話なのに、なんでわざわざ閉じるのかが全く理解できないところがありまして、これ大島さんでさえなんで閉じたのかがちょっとよくわかんないですよね、というのが率直な感想です。山先生は再審について最近の傾向をどのような感じですか。はい、ちょっとずつ良くなって、全体としてですけどちょっとずつ良くなっていると思ってます。これはさっきちょっと言いましたけども、証拠開示に裁判官が慣れた、これは大きいと思います。特に昨年の改正でですね、検察官は証拠の一覧表を弁護人に開示しなきゃいけなくなりました。公判前整理せずにされた事件なんですけどね。そうするとですね、なんか証拠っていっぱいあるんだねということに裁判官が慣れてきたわけです。だから最新の手続きの中で証拠を開示しなさいとかですね、証拠のリストを開示しなさいっていう勧告が増えてるんですよね。これは非常にいいことで、証拠っていうのはそもそも捜査機関だけのものではありませんから、正しい結論に至るんであればですね、全部証拠をみんなで見りゃいいわけです。僕なんか証拠全部くれたらいいわけとずっと思ってるんですけど、だから証拠開示が進めば進むほど再審はですね、より開けていくと、これは僕は方向性としては間違ってないんだろうと思ってます。小林先生は最近の最新事件の傾向についてどのようにお感じでしょうか。はい、広がってる部分もあるし狭まってる部分もあるんだけども、先ほど池田さん言われましたけども、大島隆明裁判官が袴田事件を通じたっていうのは、私も大島さんがどうしてんかなと思ってちょっと不審に思ったんですけども、
名張毒武道所事件、あれについて私は風間裁判長の力がなくてとか、入り林って大きな力を握ってたと思ってるんです。入り林もよく知ってるんですけどね、人間的には非常にいい方ですけども、被告人、被疑者、被告人に対してはものすごく厳しい人、ものすごく厳しい要求をする裁判官です。そして裁判に裁判に大反対の人です。そしてあちこちの主催で裁判長をやらされて、裁判に裁判を進めないとは思うんだから、彼自身が内部分解して自分で死んでしまいました。しかも残り独房同士事件に右陪席が一番長く関与して、裁判長と右陪席が1年しか関与して、で最新事件っていうのはですね、記録が膨大で、通常の訴訟事件がゴロゴロ回ってる中で記録を読まなきゃいけないんですよ。1年間でやりきれない。2年3年やった裁判官の方が圧倒的に発言力を持つんです。だからその袴田事件の場合の陪席との裁判長との力関係がどうだったのか、池田さんに分析してもらうといいだろうと思います。だいたい大きな事件になると、みんな裁判長の名前で言われますけども、実際には右陪席が力を持っている場合が時々あります。東京高裁の場合は、東京高裁の裁判長は強力なリーダーシップを発揮しているというか、運も要さぬぐらいの権力を持っていると言われますけども、しかし記録を丹念に時間かけて読めた裁判官が一番力を発揮するんですね。だから、まあ、その裁判官の個人的能力によりますけど、合議体の力関係というのは非常に微妙なというか、大事なところがあります。合議の秘密は言えない、僕は死んでも辞めても言えないんですけどね。昔聞きましたけども、反対、合議に反対した裁判官は判決書に自分の犯行を逆さまに押してあったという。このプレシンポジウムの本来最後のところに移っていきたいんですが、まあ、裁判員裁判というのは司法参加の、まあ、市民による司法参加の代表格でありまして、それを通じて市民が司法参加することの意義を考えていこうというものです。市民が司法参加することの意義というのは、まあ、先ほども池田さんおっしゃったんですが、もう一度お願いできますでしょうか。その司法が巻き上げられたところにあるわけではないんだよということを、この市民が知る、身をもって自分が体験するというのは、ものすごく意味があることだと思ってはいるんですけれども、ただ、やっぱり前提となるところは、ちゃんとその司法の役割とか、弁護士の役割、弁護士の役割もちゃんと理解してない人も結構多いと思うんですよね、未だに。まあ、最近はドラマとかに、ね、弁護士がすごくクローズアップされてきてるので、その辺で垣間見てる人はいると思うんですけども、でもやっぱり、被疑者、容疑者の、まあ、被告人の弁護をする弁護士っていうのはあんまりよく思われてないみたいなイメージがまだある人もいるので、それが何のために存在しているのかということも含めて、推定保障の原則についても含めて、主権者として、大丈夫ですか、なるべく教育を、現場から進んでいってほしいなというのはあります。確かに逮捕された段階で有罪と思っているような方が司法参加しても困るだけというのは確かにそうですね。富山先生は市民による司法参加について、まあ、刑事裁判に関わらずどのようにお考えでしょうか。まあ、裁判員裁判という形で今実現しているわけですけれども、まあ、非常にいいことだと思います。まあ、司法というのはその何ていうか、まあ、広く捉えるとトラブルが起こった時にどう解決するかという、まあ、何ていうか国の行いの一つの場面なわけなので、そこをですね、もともと問題があったと、指揮者が絶望的やと、小林先生みたいにやってる人が絶望的やと思っている状況をですね、主権者がほっといちゃやっぱダメなんですよね。そうすると
選挙と同じで、そこに直接市民の方が、まあ、行って入っていくと、これは、まあ、必要なことだし重要なことだと思います。小林先生はいかがでしょうか。裁判の公開と同じなんですけども、裁判というのはやっぱり市民が見てないといけないんですよね。裁判、まあ、傍聴人として市民が来ることも非常に大事ですし、裁判員あるいは陪審員として一般の市民の人が裁判に関わってきて裁判を監視する、裁判を引っ張らなきゃいけないんですね。私も直に体験したんですけど、私も最後は関西判事で、簡易裁判所で事件やってるんですけどね、大体本人訴訟、両方の原告も被告も本人です。で、法廷に私と書記官と原告被告の本人さんしかいない。その裁判やってますとね、私オールマイティです、何とでもできます。そういうね、誘惑に駆られること、誰も見てないんだから私が決めれば何とでもなるという。昔の裁判そうですもんね、お知らせですよ、暗黒裁判、秘密裁判、軍事法